のスパゲティ。まあ別に今のは言った意味はないけどね。真摯なメガネにハートキュン、ジェントルマンな帽子をかぶったなら良い子はおねんねだよお嬢ちゃん。ほいほい、シンシンは人気者、シンシンは人気者、旅する花屋の物語は続くよ。もう一丁、シンシンは人気者、シンシンは人気者、旅する花屋の物語は続くよ。はい、皆さんこんばんは。旅する花屋フルイト進行と太田新平です。はい、今回はね、前配信した時よりもちょっと日が明かないうちに配信することにしました。はい、久しぶりのねテーマトークやっていきたいと思います。はい、今回のテーマ、リスナーを増やすにはっていうねテーマでやっていきたいと思います。なんかねラジオトークも、新しいねトーカーさんがたくさん増えたなと思うんですけども、まあ、その反面逆にね、いなくなってしまったなっていうねトーカーさんもかなり多いかなと思います。はい、まあ、リスナーがね増えればね、トーカーにとっては配信もね楽しくなるんじゃないかなと思うので、もしよかったら皆さんこうやったらリスナー増えんじゃないかなっていうご意見あればぜひ聞かせてください。よろしくお願いいたします。あとコメントねしづらいねコメントしたくないなっていう方、もしよかったら DM でね、匿名でも受け付けてますんで、どうぞ DM の方もねよろしくお願いいたします。はい、それではコメントの方行かせていただきます。みーさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ご加護ありがとうございます。そしてロードさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。おじさんのチーズケーキありがとう。でルイポーさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。クジラありがとう。そしてカナカナさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。癒しのアロマありがとうございます。でシーブリーズさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ごかごとあのバームクーヘンありがとうございます。そしていちじくさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ごかごありがとうございます。でタムタムさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。おじさんのチーズケーキありがとうございます。そしてカズヤさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。ケーキありがとうございます。そして野田さんこんばんは、来てくれてありがとう。拍手ありがとう。そしてもみじさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。聞かせてニコク、聞かせて初めて見た、ありがとう。でカリーさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。カリーさん初めましてかなね、もしかして初めましてかな。ありがとう来てくれて。はい、あ、みおさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。6000人は超えてます。そうですね。
スタートダッシュです。で、ミオさん、先ほど配信お疲れ様でした。相変わらずの安定した配信で、ね、素晴らしいですね。あ、ドッペさんだ。ドッペさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。お久しぶりです、ドッペさん。元気でした？あ、初めてですよね、カリーさんね。ありがとう、来てくれて。嬉しい。はい。今日はテーマトークやっていきます。はい。リスナーを増やすにはどうしたらいいのかなっていうね、テーマでやっていきたいと思います。これ、トーカーさんの立場でもいいですし、リスナーさんの立場でもいいんですけども、まあ、こうやってやった方がいいんじゃないとか、まあ、逆にね、これはやらない方がいいんじゃないとか、もしご意見があれば、ぜひ、コメント、入れづらいことは DM でね、匿名でも受け付けてますんで、DM の方もね、よろしくお願いいたします。これ、今、前回ね、マイクのテストやったんですけど、マイク変えたんですよ。どうです？こんな感じで大丈夫？なんか雰囲気が違うんでね、僕も今、ちょっと戸惑ってるんですけど、なんか、ちょっとスタジオっぽいよね。あ、ドッペさん久しぶりだよね。元気でした？はい、それではね、今日もまたお便りがね、結構来てますんで、お便りから読ませていただきます。はい、最近 YouTube の編集起こってる太田さん、こんばんは、こんばんは。はい、頑張ってます、YouTube。リスナーを増やすには、リスナーを増やすのに必要なことは、印象付けですかね、この配信者が何をやる配信者なのかを知ってもらわないと、他の配信者に、埋もれてしまう気がします。それまでは人が来なくても我慢、継続性が大事なんですかね。これあるよね、この人をどういう配信するのっていうのあるよね。なんかでこの間こういう配信したのに次行ったら全然また違った配信してて、なんかこう安定感がないというかね、わからない配信だとやっぱりちょっと、コメントもしづらいとこあるよね。あのなしさんはねわかるよね。ねまあ多分まあ名前言っちゃうけど、コマちゃんの配信とかね、やること決まってるよね。コマちゃんが何をしてくれるかってわかるから、安心していけるよね。今日行っても明日行っても明後日行っても元気もらえるみたいなね。やっぱりその印象付けってすごいやっぱり大事なのかなって思いますね。はい、また次のお便り行かせていただきます。リスナーを増やすのには、段階があるように感じます。枠回り、定期的な配信、内容の濃い配信、誰にもできない配信。最初は知ってもらうための枠回りや、毎日配信や長時間配信って大事だと思いますが、認知が取れた後に枠に人が来ないのは枠のコンセプトが悪いのかと思います。うん、その通りですね。最初さ、本当に皆さん多分ね、素人、僕もそうですけど、無名じゃないですか。もちろん人気なんて最初からあるわけもなくて、ね、そのね、少しでもこう自分のことをまず知ってもらう作業って大事よね。あ、ジョージさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。今日はテーマトークやってます。リスナーを増やすにはどうしたらいいかっていうね、テーマでやってますので、もしよかったら、ご意見聞かせていただければ助かります。言いづらいことは、DM の方からね、匿名で受け付けてますんで、 DM もね、ぜひよろしくお願いいたします。そうね、枠回りもね、やっぱり大事かなと思うよね。まず、知ってもらうことっていうのがね、大事で、商売やっててもそうだよね。名前知らないラーメン屋行けないもんね。まずはどっかでなんかで見なきゃ、まずね、わからないんで、まず知らせることっていうのがね、大事だと思うんで、まあその一環として枠回りっていうのもね、やっぱ大事なのかなと思います。そしたら、今日もね、またね、お便り来てるんでね、結構ね、昨日から届いてるお便りも来てるんで、読ませていただきます。お題トークありがとうございます。リスナーを増やすには、ラジオトーク外の人にラジオトーク自体を知ってもらうことだと思っております。現在のラジオトーク内にいるリスナーの取り合いにも限界があるかと。これね、めちゃめちゃごもっともですよね。実はさっき配信始める前に、ミオさんのね、配信聞いてて、その後にね、まあ、次どっか枠入ろうかなと思って、
一応ずらっと見たんですよ全部をね。そしたらあのね21枠だったかな、あれと思って、日曜日ってこんなに少なかったですっけラジオトークなんか多い時は60枠とかそのぐらいやってたような気がするんですけど、なんか枠数少なくなったのかなって感じて、まあ、ちょっと不安になりましたね。野那智さんはね、阿波から来てくれてんだよね、ありがとうね野那智さん、本当に嬉しい。野那智さん来るとめちゃめちゃいいリスナーね、野那智さんね、阿波でもね、ラジオトークでもねあ、スプーンから来たの？え、マジカさん？ブルー深いだけどね。ブルー深いだけどね。ブルー深い、これ、あとひねってきましたね。あれなんだ？え、本当にスプーンから来たの？でもやっぱり外部からね、外部からっていうか音声配信アプリじゃなくてもさ、なんかのきっかけで呼んでこないと、確かにこのお便りにあったようにそのリスナーの取り合いね、僕はあまりそういうのは意識してないんですけど、あんまりねやっぱり分母数が増えることってすごい大事なのかなと思うんで、ごもっともなご意見だと思いますね。あ、とめこさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。お久しぶりです。とめこさん元気でした？今ユーザー数も配信数も前と比べると断然減りました。あ、やっぱり思う？ジョージさん、うーん、俺もね思うんだよね。なんだかな地上波ラジオリスナー仲間が、ラジオ特に来てくれてる。あ、ほんととめこさん、あ、いいねいいね。やっぱね最近すごい感じてたかな、ラジオトーク人減ったっていうのをね。ね、あ、スプーンスタイフここなんだ。マジカさんやっぱりラジオトーク居心地いいんだ減ってる感じやっぱりそうなんだ。なんかね一時それこそ1年前ぐらいだったら、ちょうどあの冬休み時期かな、もうちょっと1月ぐらいだったと思うけど、枠数とか50とか60とかあったような気がしてて、いやすごい枠数やってんねみたいな感じで見てたんだけど、なんかさっき見たら21時でしょ、減ったんじゃないかなって思うんだよね。でも新しいトーカーさんは増えてるよね。さっきもちょっとちらっと見たら初配信とかってやってる方もいらっしゃったんで、増えてはやる人が増えるけど、やっぱりやめる人の方が多いのかなっていうイメージなんですよね。まあそれでね今回このテーマでね、リスナーを増やすにはっていうねテーマでやってるんですよね。遊びのアプリだから気楽に自由に楽しんでますね。そうだよね、やっぱり楽しくないとねやってても意味ないよね。居心地というか仕様的に、あーなるほど、まあそうだよね、そのアプリによって仕様って全然違うもんね。50人ありがとう、みよさんありがとう。あっという間に15分ぐらいで50分の24名の方ありがとうございます。いつも聞いていただいて、あのうちの枠はね本当にデイリー自由になっております。あの本当に気軽に入ってきて気軽に出てってくれて、また帰ってきてくれても全然いいですコメントしてくれてもいいし、コメントしなくてもいいですからね。皆さんやることいっぱいあると思うんで耳だけでもいいんでね、拝借あの聞いてくれてたら嬉しいんでね、もう自由にしてください。あのそういう枠なんでうちはね、羨まいや、ミオさんとかもでも安定して入るよね人ね。アプリごとの良さがあると感じます。人それぞれに合うアプリがあるのかな。そうだよね野田さんね、アワードはそれこそやっぱり音楽に特化してるからね。お、噂をすればこまっちゃんこまっちゃんってくれました、ありがとうありがとう、来てくれて。野田さんも来てるよ。減ったイコールリアルが充実と覚えて、あーなるほどね、そういう考え方もあるよね。確かにコロナ時期はねやっぱり音声配信とか、ね、外に出れない分だけこういう、ね、交流っていうのがすごい、ね、多かったのかなと思うんですけど、まあ、今はねリアルが充実してるっていうのも考えられるよね。来たよ野那智さん、くまちゃんが僕が始めた頃と比べると裏での配信内の人間関係の、相関図が大きく変化してる。いい意味でも良くない意味でも、あーこの表面上の配信の人間関係っていうか、その裏側ね、
僕も経験してます人間関係は良くも悪くも関係しますよね。そうだね、みおさんね。かまちゃんこんばんは、ありがとう。最近はちょこちょこ他の枠も行って楽しんでます。あ、本当。俺もね、ちょこちょこ行ってるけど、みおさんと会わないね、あんまりね。ありがたいことに知り合いが増えてきました。ああ、いいことだね。はい、それではお便りまた行きましょうか。次いきますね。ちょっとテーマからそれますが、枠内にあまり素行の良くない人がいると枠に行かなくなりますね。例えば話題と違う下ネタとかヤジとかが飛び交ってると、初めてだったら、嫌悪感抱いちゃうかも。これはあるね。枠、初めて行った枠でなんかちょっと暴言的な、なんかちょっときつい発言とか、あのトゲのある言葉遣いで喋ってる方とか、まあ、コメントも含めてね、だとやっぱりちょっと、もう行かないかなとか、コメントしづらいなとかとは思っちゃうね。あ、ほかてんさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。はい、今日はテーマトークやってます。リスナーを増やすにはどうしたらいいかっていうね、テーマでやっております。もしよかったらご意見聞かせてくれたら助かります。言いづらいことは DM でね、匿名でも受け付けてます。あの DM の方もね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ね、みおさんもご挨拶ありがとうございます。さあ、どんどんいきますか、お便り。次は、はい、次のお便りいきます。リスナーを増やすには、謙虚な姿勢かと思います。トーカーになるとちょっと偉そうに感じる人もいます。意図しているわけではないんでしょうけど、受け取り手がそう思うとその枠にはいかないものだと思いますね。これ本当、ちょっとしたことかもしれないけど、あの語尾をね、柔らかくするとか、こう断言的に言いすぎないとか、なんとかだとかね、なんとかだよにすれば、あのすごい言葉って丸くなるんだけど、僕はねこれ勉強しましたね、頑張りました、直しましたね。若い頃はやっぱりなんかこう断言的に物事を言っちゃってる時もあって、まあそれだとどうしてもね、相手がなんていうのかな、怒られてるとか、なんかこう刺さりすぎちゃうんだよね。なんでできる限りこう柔らかい言葉をね、使うようにはしてます。はい、あ、ビュートさん、ビュートさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。はい、お便りいきますか。今日はね、ちょっとね、ツイッターの方でもね DM いただいてるんで、あれ、よし、なんかマイクがあるから読みづらい。はい、DM の方を読ませていただきます。いつも楽しく、そしてうなずきながら拝聴してます。今回はリスナーを増やすにはというテーマだそうですが、まだまだ私も増えてほしいと思っております。しかし増えたリスナーの皆様に喜んでもらえるトーカー力があるだろうかと思う自分と葛藤しておるのも実情です。私はトーカーとしても活動し、リスナーとしてもたくさんの枠にお邪魔させていただいているのですが、リスナーがどんどん増えるトーカーさんを見てて、自分の統計としてはパターンが4つあります。はい、1つ目、マイナス思考と取られる発言をなるべく控えること。理由、弱音を吐いても良いと思いますが、ですがそればかりだと単なるかまってちゃんなんです。リスナーもバカではありません。単なるかまってちゃんはすぐに見透かされてしまい、楽しくないからもう行かないとなるのが関の山です。マイナス思考な言葉の多い枠は、本当にリスナーが少ないイメージです。もちろん私もあまり聞きたいと思いません。なるほどね、マイナス思考の枠ね。はい、2つ目、自分の目標がはっきりしている。今日の配信はこうしたい、1ヶ月後の自分はこうなっていたい、これを成し遂げたいという自分なりの目標を立てて、それに向かって自分をしっかり、向けているトーカーさんは強いと思います。目標をね、リスナーとして聞いていても自分の成長を楽しんでいるのが伝わってきます。こういう言い方、こういう方を見つけてしまうと、また枠に行きたいどころか応援したいと思ってしまいます。なるほどね、素晴らしいですねこの方。3つ目、リスナーとしてのコメント上手な人は枠に来てもらいやすい。あ、枠周りの話だね。これは本当にはっきりと効果が出ます。リスナーとして枠に行っているときに、
枠の流れを考えず自分の趣味趣向のことを取り上げてほしいと、気持ちを抑えずにコメントするトーカーさん、その話は自分の枠でやれって、他のリスナーや枠主に思われてしまいます。そしてそういう方はその空気感も感じ取れないのでご自身では気づかないパターンが多いです。もちろん自分以外のトーカーさんのライブや収録を聞かないのは、もってのほかです。自分のトークを聞いてほしいなら、その分と同等かそれ以上に他のトーカーさんのトークも聞くように心がけると良いかと思います。はい、まだねあるんだけどね、あ、皆さんすいませんねすいませんね、たくさん来てる、たくさん、あ、高木さんも来てくれてる、こんばんは、ありがとう、みのみのさんも来てくれてありがとうね、コメントいきますね。最後に根をつけた感じで話すと柔らかくなるよね、おかてんさんね。わ、何これ、キャーキャー、かわいい、これ、何、あ、みのみのさん、ありがとう、キャー、ありがとう、配信とリアルを割り切れないと、良好な関係性が築けないね、そうだね、あ、コメントや配信だけでその人のリアルのすべてだと思い込んで決めつけてしまう人が多いです。そうだね、もしかしたらね、俺もね、もっとすっごい性格悪いかもしれないからね、リアルではね高木さん、こんばんは、ありがとう。好きなことを好きに話したらいいね。そうだね。ビュートさん流だね、それがね。そうだね。このテーマは職場、大人の付き合いでも同じことが言えそうです。あ、そうそうそう。そうなのさ。ま、ある意味人気というか、ま、キャーキャー言われるほどじゃなくても、あ、なんかこの人と話したら心地いいよね、とか、ま、そういう人間関係の方が、絶対得はするよね。はい、で次、いきますね、また続きですね。4つ目、収録もアップする。ほう、ラジオトークはライブ専用アプリではありません、実は収録は外部からも聞けます。 Spotify や Amazon Music からも、アップするトーカーさんが紐付けしてれば聞けます。そちらから聞いていただける方も少なからずいますので、できれば週1、無理なら月1でも良いので収録も撮ってアップしましょう。収録ガチ勢はフォロワーが増えやすいというのも何度も聞いております。フォロワーが増えればリスナーは当然増えます。チャレンジしてみてください。最後に1から4に通じて言えることですが、何でもやってみる、思いついたらやってみるなど即行動にできる方や、できる方はやはりラジオトーク内でも強いです。一リスナーとして、活動してて思ったことを、お便りさせていただきました。大変な長文失礼いたしました。ありがとうございます。素晴らしいね、この方ね、いつもね、すごい真剣にDM いただくんですよ。ありがとうございます。本当に今日も、大変勉強になりましたね、皆さんね、キャーキャー言われてるね。このキャーキャー可愛いよね、これね。押し付けないは心がけている。あ、そうだね、ビュートさんね、そうだね、自分は自分だよね、人は人だよね、だからこれ絶対やんなきゃダメだよっていうのはないよね、あ、おかでさん、学びありがとうふっかるな人の枠は盛り上がってるイメージ、そうだね、ノリがいいよね。いや、それこそさ、俺もやっぱりさ、年々ちょっと腰が重くなる時ってあるの、すぐに行動できない時とかね。だけどやっぱりこういいなと思ったらすぐやろうと思って、この間テスト配信でも言ったんだけど、みのみのさんにね、いろいろねアドバイスいただいてね、人生のねあ、じゃあこれ買ってみようとか、これやってみようとか思って、すぐにね、クリスタルチューナー買ったりねあとね、ホワイトセージのお香買ったりね、いろいろ試してます。はい、これさ、すぐ行動に移すことでまた話題にもなるでしょう。うん、あ、延長して、あ、ありがとうありがとう、みおさん、延長する。あとね、今までさ、スマホだけでやってたから、ヘッドホンつけてね、スマホだけ見せたんだけど、目の前にね、今マイクがある状態なのよ。こう、なんていうの、上からぶら下がってるマイクみたいな感じなんですよ。だから、いつもとこう視覚が違う、視野が違うからすっかり忘れてましたあ、延長チケットありがとう、みのみのさん、ありがとう。本当のラジオみたいでかっこいい、これね。そうだね、なんかちょっとテンション上がるでもこれちゃんと声がいつもよりよく聞こえてるかなっていう心配もあるけどね。後でちょっとアーカイブをね、しっかり聞いてみたいなと思います。
はい、後から入ってきてくれた方ももし いらっしゃると思うので、今日は、リスナーを増やすにはどうしたらいいかというねテーマでやっております。皆さんもしよかったらご意見聞かせていただければ助かります。言いづらいこと、名前出したくないな、ね、潜って聞いてたいなという方もしご意見あればね、DM の方で匿名でも受け付けてますんで DM の方もねぜひよろしくお願いいたします。あ、とてもクリア、あ、 OK、 ありがとう。あ、バリちゃん、バリちゃん、こんばんは、ただいま、よそけんです。ありがとう、おはよう、ありがとう。いってらっしゃい、バリさん、流星群来た。ありがとう、バリちゃん、こんばんは、お疲れ。世話しない流星群ですね。はい、お便りがね、新しいの来てるんで、読ませていただきます。リスナーさんにとって変わらないことは重要かなと思っていて、元気な喋り方ができるようにいつも気をつけています。ネガティブな話題も明るく届けたいです。あ、これ素晴らしいね。そうなんだよね、これね、ネガティブな話題も終わりが笑えたりとか終わりがなんていうか元気になれるような言い方だと全然ネガティブじゃないんだよね。これみのみのさんとかすごい上手で、うん、常にこう自分の失敗談とかを暗く落ち込んで終わらないっていうね、笑いに変えるっていうね、この力すごいよね。なるほどね。皆さんお便りもいつもありがとうございます。はい、次のお便り読ませていただきます。新規の人を取り込んでわっと盛り上がりたいのですが企画を考える頭が全然ないです。ギフトも生かしきれないなと焦る気持ちはありますが面白い企画が思いつきません。悩んでます。トーカーとしてはいつかバナーを出して企画で盛り上がるライブをやってみたいです。これね、イベントね、これイベント企画できる方って本当素晴らしいよね。あばれちゃん挨拶ありがとう。イベントはね、僕も苦手ですね、企画するのがね。まあ僕はまあイベントはもうね仕事が入ったらできないっていうのがあるんでまあ、ほぼ無理かなと思ってるんですけど、イベントはまあ得意不得意あるよねきっとね。でイベントなんていうのかやればいいわけじゃないじゃないですか。例えば内容だったりもありますよね。逆にイベントやって大滑りしたら、逆効果になることもあるのかなと思ってちゃんとできないならイベントはしないっていう風に決めてますね、僕はね。イベントね、上手な人いるよね。まあ、バリちゃんもいるし、コマちゃんもいるんであれですけど、まあ、僕もね、実はコマちゃんが主催している、カラフルミュージックフェスティバルっていうね、まあ、ラジオトークでもやったことあるんですけども、まあ、他の配信アプリでね、アワとか、あとメタバースの、ね、クラスターとかね、そういうところで歌の、ね、配信者を集めて音楽の配信者を集めて、まあ、イベントをやるメンバーに、スタッフに、ね、入ってるんです実は。まあ、それは次、第3回目になるのかな、3月か4月に、やろうかなとは思ってて今企画してる段階なんですけども、やっぱりね大変。イベントって大変。まあ僕はメインじゃないんでね、お手伝いなんでそこまでなんですけども、やっぱりね大変だわ。イベントイコール盛り上がるではないと思う。そうだね、まあ、僕はイベントをやらない理由、やらない理由ね、やらない理由の一つとしては、イベントで人が入った時ね、それが果たして自分のリスナーになるのかどうかっていうのがわからない、わからなすぎる。そうなんだよね。着実にこう力をつけていきたいなと思うんで、イベントやったらイベントの時だけガーン盛り上がって人バン入ったはいいけど、次の自分の普通のね平常の配信だと全然人が来なかったりすると、果たして効果がどうなのかなっていうふうに思っちゃうんで、イベントイコール楽しむか、勉強だと思う。そうだね、そうだね。でもやっぱり何事もやっぱり経験なんでやってみるといいよね。僕もね、ビギナーチャレンジか、昔で言うね、ああいうのもやったんですけども、まあやっぱりね疲れちゃったかな。ちょっと疲れちゃったかな。そっか、イベントの一発
花火感もあるんですね。そうだね、あのラジオトークに限らずなんですけど、なんかイベントにあのちょっと逆に溺れちゃってる方とかいらっしゃいますよね。そのイベントをやることが大事になっちゃって、内容があの薄いというか、って方もやっぱりいらっしゃるんで、それって多分逆効果に、なっちゃうのかなと思うんで、あの適正だと思います。イベントが得意な方、あと人を巻き込む力がある方はイベント見てるのかなと思うんですけど、まあ無理にやらなくてもいいかもね。そうですね。はい、そしたらまたお便りいきますか。はい、次のお便りいきます。リスナーを増やすことで大事なことは、潜っていても聞いていられる枠かと思います。人にもよると思いますが、いきなりコメントって難しいので、ここの枠が安全か確認してからコメント打つ人もいるのかと思います。心身の枠は潜っている人にも優しく DM も送れるので参加しやすいです。アンケートも楽しいですね。ありがとうございます。そうだね、あの途中から僕も意識しましたね。あの潜って聞いてくださってる方々を大事にしなきゃダメだなっていうね。なんであのうちの枠はおかげさまでね、結構あの皆さん来てくれて、あのすごい嬉しいんですけども、あのコメント入れてくれる方々っていうのは、まあ、あまり変わらないというかね、なんですよ。だけど総数あのは、まあ、間違いなく着実に増えてるんですよね。これって多分ね、潜って聞いてくださってる方々が、まあ、多少なりとも興味があるテーマだったり、聞いてたいと思ってくれてるからなのかなと思っております。はい。イベントに溺れる、おっとこれは冷静な視点。そうだね、まあでもね、やってみるのもありなのかもね。それって自分で実感しないとわからない。心理的安定感ってめっちゃ大事。そうだね、これは会議の多い私もいつも気をつけ、あそうなんだ、みおさんね、あなたさんありがとう、来てくれてこんばんは。ここにいていいんだと思ってお参りを。あそう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 、だからさ、中にはさ、トーカーさんでさ、なんていうの、コメントしてくれ、コメントしてくれみたいに呼びかける人いるじゃないですか。で僕、潜って聞いてる時あるんですけど、あのコメントしてくれって言われたからコメントするってこと、多分ね、100% ないんですよ。だって何コメントしていいか分かんないもんね。そうだね、だ最初は探り探りでさ、このトーカーさんってどういう人なんだろうなとか、どういう声してるのかなと思って枠に入るでしょう。でどんな話題話すのか、どんな話し方するのかなと思っていくから、それがね、自分が好きな感じに合ってればコメントするだろうし、合わなければコメントしないだろうしね、人によってだと思うんですけどね。ね、ダダ星人、ダダ星人懐かしいね。ありがとう、こんばんは、ありがとう、あなたさん。参加して楽しい会議になるよう進行します。あ、いいね、いいね、いいね。あ、それ大事。無駄な会議が多いからね、今ね、世の中ではね。出遅れました、ありがとう、あなたさん。あなたさんもさ、それこそ前の職とかだったら会議とかもあったんじゃない、やっぱりね。結構ね、責任ある立場の仕事してましたもんね。あ、大口の取引の準備なんだ。いやー忙しいね、あなたさん。あなたさん暇だって言ってるの聞いたことないもんね。まだ私を信用してもらわないと発言してもらえない。そうだね、会議半分出てました。いや、そうでしょ、そうでしょ、その意味のない会議ね。やっぱりあるよね、多いよね。よし、またこれ読んだね。お便りいきますか。はいはい、次のお便りいきます。収録でも太田さんが言ってたように、需要と供給だと思っています。私の個人的な意見ですが、トーカーさんが自分の話を聞いてくれって感じの枠を見かけるかな。
どこの誰かもわからない人の話って最初は聞かないと思うので、自分の話ではなくリスナーが聞きたい話をすればよいかと思いますね。そうだね、確かにね。これアンケートしてみますか。アンケート、初めての枠で、最初からコメントできる。はい、いいえ。よし。はい、潜ってくださってる方々も、これアンケート押してもね、バレないんで、誰が押したかわからないんで、ぜひ、押してくれたら助かります。初めて行った枠でね、最初からコメントができるかどうか、はいかいいえか。僕はね、よっぽど興味のあるタイトルだったらするかもしれないけど、基本しないかな。ね、生産性のないものが多いよね、会議ね。それが嫌いだよね、わかる。俺の意見が通らないから勝手にやってみたいな。ああ、はいはいはい。どうせ規定路線で決まってんでしょみたいな感じの会議ね。難しいよね、野田さんね。保守的な仕事なんてどうでもよかった。わかる。延長。はい、ストーブ延長しました。よっぽど、あたおかじゃない限りはコメント入れるかよ。ああ、コメント入れるかな。そうか、アナトさんはね。おー、はい、結果出ました。初めての枠で最初からコメントできる。はいが 45.5%、いいえが 54.5%。やっぱ半々だよね。これ多分ね、人によるし、性格によるよね。僕はどっちかっていうと、おとなしいタイプなんで、自分で言うのもなんなんですけど。あんまりこう積極的じゃないタイプなんで、やっぱりちょっとコメントね、苦手ですね、僕はね。なんか、あ、この人優しそうとか、あ、この人コメント拾ってくれそうとか、確実に分かってからじゃないとコメントしづらいっていうね。小心者なんですよね。あ、雰囲気だね、野田さんね。あーちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。何も考えてないからね、あーちゃんはね。あーちゃんどう、最近調子元気？ラジオトークは入室者がバレないのがある意味良いかな。あ、そう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 。だからね、僕はそれを逆に利用したかな。誰が来るか分かんないから不安だっていう気持ちももちろんあるんだけど、逆にね、リスナーからしたら誰が入ってるか分からないから入りやすいっていうのもあるから、そうだね、そういう人がたくさん来てくれたらいいかなと思って配信してますね。太田さん、ハートをしてくれるからありがたいそうそう、やっぱね、一生懸命配信してくれてるじゃないですか、トーカーさんって。なんかただで聞くのもちょっと申し訳ないなっていう、なんかしたいなと思うんですよ。で、毎回毎回ギフト投げれないじゃないですか。コメントも苦手だしなと思ったらハートなんですよあ、潜りでね、野田さんね。日々の仕事なんて、無の中にあるから好きにしてくれ。ただ責任はお前が取れよって感じ。元気割り切ってますね。あーちゃん割り切ってますね。いいですね。またお便りいきますか。次のお便りいきますね。もちろん枠の内容や質が前提だと思いますが、枠回りも必要かと思います。ただ名前を置いていくだけの枠回りは効果ないような気がしますね。コメントやギフトで盛り上げあコメントやギフトで枠を盛り上げてくれるような人だったら、この人の配信も行ってみようかなと思うのでは。要は人間性の部分もあるんじゃないかな。これさっきね、X の方の DM で書いてたのと一緒だよね。作業しながら運転中聞くこと多いから最近コメント打てないこと多い。ああ、いいのよ、みのみのさん、それで。いいのよ、いいのよ。そう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 。みんなね、やっぱ生活あるからさ、潜って聞かなきゃならない理由もね、しっかりあったりもするんで、まあ、それはね、もうしょうがないんで、僕は、うちの枠はコメント打てないときは全然打たなくていいし、くだらないことも含む、すべてのことに干渉してたら仕事になる。わかる、あーちゃん、それわかる。
あの僕日常の仕事、日常の業務でやたらとこう喋らなきゃならない、あの仕事の受け渡ししなきゃならないって職場で結構嫌いで、うん、なんか中にはさ、その仕事の受け渡しの話をするのがコミュニケーションと思ってる人もいるんだけど、なんか別にこうね、会話しなくても分かることは会話しなくていいと思うタイプなんだよね。余計なこと考えたくないし、余計な気を使いたくないというかね、うん、特に目上の人にってみんなやっぱり気使うでしょう、うん、できればね、必要最低限のことしか喋りたくないかなと思うね。でも我慢できずに信号待ちでコメントしちゃう。可愛いですね、みどみど。ありがとう、いつも。こちらが責任取るの、取るものならちゃんと干渉するけど、くだらないことは知らん。あ、わかるわかるわかる。ありますね。はい、またお便りいきましょうか。ね、リスナーが増えること嬉しいよね。どこ行ったっけ？あ、これか。はい、次行きますね。はい。当たり前のことかもしれないですが、サムネやアイコンがいつも違うと見つけづらいと思います。常連さんなら通知で来ると思いますが、新規の人は警戒しながら入る人もいるので、サムネもソフトな方が良いし、タイトルも共感やコメントしやすいと入りやすいかも。うん。そうだね。あ、サムネ、僕もサムネは変えないですね。テーマトークやってるときはテーマトークっていうサムネにしてるし、まあ前回もやったフリーコラボのときはフリーコラボのにしてますけども、まあ、大体安定して同じかな。なんかサムネにこう今回のテーマトークの内容を書こうとか、あのテーマを書こうとは思わなくて、そこはね、あ、この人いつもテーマトークやってる人ねっていう認識を取れた方が絶対に得かなと思って、うん、変えないようにしてるかな。責任者でもないのに責任者ぶると痛い目に遭う。それね。それね。サムネ大事だよね、バリちゃんね。そう、バリちゃんと話してるときに、よく、話出るのがサムネとかアイコンの話。バリちゃんが絵描くから、なおさらなんですけど、やっぱこう、まあ、好みもあるんでね、一応には言えないんですけど、やっぱサムネのイメージで入りたいか入りたくないかっていうのを感じることってあるね、やっぱりね。あ、いくらさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。サムネは目印だよね。そうだよね、パッと見た時にあっって思うよね。これサムネ、サムネ大事だと思うかどうかちょっと見てみようか。あ、見てみようかというかアンケート取ってみようか。サムネで入る枠決める、枠決めることがある。はいか、いいえか、いい、いいえ。はい、もしよかったら潜って聞いてくださってる方もアンケートをお願いいたします。サムネで入る枠決めることがあるかどうか、はいか、いいえか。俺ははいかな。サムネがなんか可愛かったり、なんか自分の好みだったり、なんか優しそうな雰囲気だったら入りやすいかもね。まあ突然の宣伝になりますけど、いくらさん、2月のトークの日出ますんで、皆さんどうぞ応援の方よろしくお願いいたします。いきなりの宣伝。まだトークの日のバナーは出てないのかな。誰出るかは決まってないのか。あのね、話を聞いたら特に大丈夫なんだけど、サムネで引いちゃって入れないこと、あ、あるんだ、やっぱりいくらさんも。うん、わかるよね。うん、サムネで引くときあるあるある。あ、まだエントリー受付中なんだ。お、はい、アンケート結果出ました。サムネで入る枠決めることがある、はいかいいえかだったんですが、はいが 71.4%、 いいえが 28.6%。 やっぱりサムネ大事だよね。サムネやっぱりコロコロ変えるのは良くないよね。あ、ついでに、ちなみにもう一つアンケートいきますか。リスナー、リスナー増やしたい。
はいかいいか。まあこれちょっとトーカーさん限定になっちゃうかな。もし自分がトーカーだったら、やっぱりたくさんリスナー多い方がいいよねと思うか、いや少なくていいんじゃないって思うか。はい、もしよかったら皆さん、アンケートの方よろしくお願いします。純粋にリスナー増やしたい。はいかいいか。僕はね、間違いなくはいですよ。うん、どうせやるならやっぱり1回でね、多くの人に聞いてもらいたいし、やっぱり興味を持ってもらいたいし、まあ、誰かの何かのためになってくれたらいいかなと思ってね、配信はやってるんで。バリちゃんはね、バリちゃんわかるよ。バリちゃんいつも配信するとき夜中だからね、夜中2時とか3時とかやるからね、バリちゃんね。リスナー欲しいって思う方は夜中やんないのよ。だって寝てるからみんな。バレちゃん良くないからね。うん、ねえ、野田さんね、それはやっぱ多い方がいいよね。でさ、野田っちさん、あ、リスナーを増やしたい、はいか家か、はいが 90%、 家が 10%、 そうですよね。増えたら増えたで嬉しいけど、来れる人だけでいい。ああ、それはね、わかるわかるわかる。来てくれたら嬉しいよね。やっぱりね、皆さん、リスナー増やしたいですよね。で、どうせやるんだったらね、少ない方がいいっていう選択肢はないよね、やっぱりね。はい、じゃあまたお便りいきますか。新しいお便りいきます。改めましてこんばんは、いつもためになる配信ありがとうございます、めちゃくちゃ拝聴させていただいております。お便りの方で送らせていただきます。これはあくまで私の個人的な考えですが、トーク力がなくてもリスナーに寄り添い意見に答えたり、どれだけファンサービスができるかだと思います。また感謝や、謙虚さもあれば一定数のファンは来てくれると思います。ラジオトークだとサムネイルや配信のタイトルとかも入りやすさは、大いにあると思います。また初見の方問わずいつ来ても覚えてくれていたり、トーカーの優しさや安定感を感じられるような配信も大事に感じます。素晴らしい、その通りですね。これさ、あの上手に喋りたいとかさ、綺麗に喋りたいとかさ、思うじゃんトーカーって。俺もやっぱり多少ないと思うんだけど、だけどリスナーって意外とそうは思ってないよね。噛んだら噛んだで面白いし、ね、なんかイントネーションね、あの違ったり、ね、発音が違ったり、ね、漢字が読めなかったり、なんかそれもまたそのトーカーの特徴なのかなっていうね。思うんで、まあそれよりも大事なのはやっぱり来てくれたことへの感謝とか、そういうところ、人間性の部分がやっぱり少なからず関わってくるのかなと思いますよね。あ、逆に無理して来られると申し訳なくなるね。それもあるよね、わかるね。コメントさばき、切れなくて嬉しい悲鳴とかやってみる。コメントさばき切れなくてね。これね、俺もね、コメントさばけてるかどうか分かってないからね、自分でね。100人来て100人に満足させれるかって、さっきのね X の DM でもありましたけど、これはねやっぱり、ね、難しいのかなとは思うよね。やっぱり、まあ声が嫌いって言われちゃえばもうそれまでだしね。そうなんですよね。はい、また行きますか。お便りが結構来てるんだよね。あ、終わったかな、読んだかな全部。あ、まだ読んでねえな。サムネやアイコン読んだね。次だね。はい、次読ませていただきます。こんばんは、こんばんは。リスナーが喜ぶこと、歌とか演奏でリスナーを喜ばせている方もいますが、それだけでは多くのリスナー獲得って難しいのかなって思います。やっぱりトーク力もないとダメかなって感じます。これあれだよね、野なっちさんとかはアワーね、よくいるから、アワーはね音楽とか歌に特化してるんで、やっぱり歌上手な人とかそういう方の枠にやっぱ人って集まりやすいんですけど、意外とラジオトークっ
て歌うたいの人の枠ってなんかある一定まで行くけどそれ以上っていかないイメージなんだよね俺ね。みんな上手なのにね。それは確かに言えてんのかなと思って、まあ逆に言えばそんなに歌が上手くなくてもね、しっかりした配信とかそのリスナーに対しての感謝も含めて、まあ、人間関係とかもそうだけどやってる方がなんかファン獲得してんのかなと思いますね。あとは配信回数かな。最初は配信やっぱり毎日配信とかできる限り決まった時間に週に回数多く配信してる人の枠の方が細かいテクニックよりも大事じゃないかなって感じますラジオトークでは。あ、ラジオトークの配信者は喋りがうまいんだ。あ、そう、小野なっちさん。へー、俺は上手くないけどね俺は上手くないけどね。喋りて上手くなりたいね。よっ、次で、あ、はい、次いきますね。お便り、こんばんは、こんばんは。純粋にリスナーを大事にすればいいと思いますが、やり方は人それぞれですよね。太田さんの場合はみんなの意見を聞いてくれて自分なりに解釈してくれるのがリスナーには心地よいと思います。ただリスナーのコメントを拾うだけではリスナーは増えないのかなと思います。あ、まあね、なんか堅苦しくただコメント読まれてもあれだよね。あのコメント読んでくれるのは もちろん嬉しいんだけど、そのコメントに対してのリアクション欲しいよねやっぱりね。だからアワーに、来たら一気に駆け上がる印象。あ、そうなんだ、なってた。でもね、多分ね、アワーに、ラジオトークからアワーに行ってる方は、ラジオトークでもかなり実力者が多いかな、多分。私すべて読むわけじゃないから、どう思われるかわからんけど、リスナーの挨拶同士なら読まない。ああ、そうだね。それは読まなくていいと思う。話の内容と関係しているコメントは声で返す。他の話題なら、コメントで返す。ああ、なるほど。ああ、分けてんだ。あーちゃん、やる。さすが。コーヒー飲みます。やっぱりね、配信のスタイルって人それぞれあるよね。はい、今日は、リスナーを増やすにはどうしたらいいかっていうねテーマでやっております。もしよかったらご意見聞かせていただければ助かります。はい、もし言いづらいことあれば DM の方でね、匿名でも、送れることになってますので、もしよかったら DM の方もねよろしくお願いいたします。 DM 今んとここれで全部読んだかな。おしゃべり上手くなりたい。いや、こまちゃんしゃべり上手だよ。あのね、なんだろうね、コマちゃんは喋りが上手じゃなくても可愛いのよね、うなつさんね来てもらえるだけで嬉しいね、みのみのさんね。まあ、喋りがうまいって言ったらみのみのさんはうまいよ、めちゃくちゃうまい。私が声に出すと何話したいのかわからなくなるなるほどね、脱線しちゃうのね、頭なんかこんがらがっちゃうのね、わかる、それもわかるすべてが良きもうあれだね、困り教を作った方がいいんじゃないかな、こまちゃんはね、宗教団体で困り教を。頭の中と心の声は違うから、ね、あー深い、わかる、頭の中と心の声違うよね、わかるわそれ。コメントへの一言の返しってめっちゃセンス問われるなと。わかる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 。これさ、本当ミオさんとかさ、頭の回転早いからね、ちゃっちゃと答えるけどすごいよね結構頭振り返ってんよね、トーカーの人たちってね。人それぞれの良さね。そうだね、コマちゃんは可愛い、可愛いは正義、その通り、みのみさんその通り、正解花ちゃんも野田ちゃんもぐくんみのちゃんありがとういや、みおさんはすごいよ。
美穂さんはすごいね、本当に安定感あるし何でも返すし、一回だけなんだっけ、配信の不具合で美穂さんがコメントが見えない状態になった時があって、あの時だけかな、美穂さんが、あ、美穂さんが不安に感じてると思ったのはねあれ以外はもう全て安定してる美穂さんコメントバグがあった一回頭フル回転なんだ美穂さん。アンチとか来ても聞いてるだけの人は、害がないようにしてる。ああそうだね、うん、おいら本能で喋ってるからいやそうだね、みのみのさんは本能だわ、うん、才能だねあれはね、ほんとね、うまいんだよね喋りが。でさ、なんかこう決まったことを話すのも、もちろんね、台本があるようなことを話すのも上手なんだけど、普通にこう2人で会話しててもなんか伝えたいことをちゃんとこうちゃんとそのゴールに結びつく喋り方するのね、分かりやすいし、なんか説得力ある、めちゃくちゃ。アンチさんは呼ばれて反応されてなんぼの方たちだから、あ、そうだね確かにね。あ、どうしよう、延長する？1時間で終わるのもありだけどなコメントなしの時で震えたねあと30分はとりあえずやろうかな、そしたら。よし、話の気もすぐ分かってくれますよね、みのみのさん。そう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 、みのみのさんはね、うん、地頭がいいっていうの、なんかその対人的な IQ めちゃくちゃ高いなと思うねかまちゃんは、はい、ありがとういつもから必要なコメントしか読んでなければ、みんな分かんないし、ああそうだねそうだねそうだね、普段からね、うん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 、なるほどなるほど。そういえばね、今日ね、これさ、自分、俺あんまりさ、意見言わないでしょ。意外と自分のこと喋んないでしょ。一応ね、自分の、ラジオトークやってて気をつけてること、もうね、一応ねまとめてみたんだけど聞きたいまとめたわけじゃないけど箇条書きでね、気を使ってる、何気を使って喋ってたかなっていうのをね、書いてみたのよ。うん、ただね意外と結構気使ってんなと思って、自分で言うのもなんだけど、うん、褒められ慣れてないから落ちるうつぶつその代わりコメントでは全力で遊んでる。ああそうだね、あーちゃんね、そうですね。ああそう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 、みおさんさすが分かってらっしゃる。うん、あ、なおくんこんばんは、聞いてくれてありがとうございます。聞かせてありがとう、聞かせようかなそしたらちょっと待ってよ、コメントお便り来てたらお便り優先するからね。あ、お便り来てましたね、はい次のお便り読ませていただきます。こんばんは、こんばんは。リスナーさんを増やすには、自分もリスナーとしていろいろな枠に行ってみんなと仲良くすることかなと思ってます。枠周りね、すごく良い配信をしているのに人が少ない枠って仲の良い人がまだ少なくて、個人的なやり取りしてない方が多いかなと思ってしまいます。良くも悪くも、根回しのようなものがある程度必要な気がします。全ての配信に言えることではありませんが、いえいえ、ありがとうございます。これでも大事よ、うん、何度も言うけど俺はミオさんがいたから頑張れたからね。ミオさんが最初僕が配信するときに毎回もう一番に来てくれてたから、やっぱりその力はねめちゃくちゃ感じる。あれが本当に誰も知り合いがいない状態で配信始めてたら、いや心折れてたかもしれないよね。そしたらなおくんが聞かせてって入れてくれたんで、僕のたまに意見でも聞きますリスナー優先、うん、リスナー優先するねやっぱりね。あ、お、
累計リスナーが100人突破しました。ありがとうございます。皆さん今日もたくさんの方来てくれてありがとう。あ、リーさんだ。リーさんこんばんは。来てくれてありがとうございます。うん、1番に来てくれる人1個目嬉しい。そう、いくらさん分かる。それね、めちゃめちゃ嬉しいよね。ね、その一つコメントが入るかどうか、それで本当にその配信がさ、こうぐっと楽になるよね。うん、先日はどうもです。いえいえ、こちらこそです、リーさん。またね、戻ってきてくれてよかったっすよ。大丈夫、体調は、リーさん。なんかね、この間のコラボ配信を、YouTube に出したんですよ。そしたら、なんか、リーさんのことを心配してる方がいましたね。リーさんの幸福をお祈りしますみたいなコメント入ってました。生きててよかったし、1個目嬉しい、嬉しいし、勇気がいる。ああ、そうだね。知らん方におられて100人で、ね、みよさんありがとうございます。100人突破しました。今日はね、リスナーを増やすにはどうしたらいいかっていうテーマでやってます。もしよかったらご意見聞かせていただければ助かります。もし、言いづらいことは DM でね、匿名で送れるようにしてますんで。よかったら DM の方もね、よろしくお願いいたします。DM 来てなかったら、あ、来てないね。よし、たら僕が心がけてること、ちょっと言ってみますか。リスナーを、まあ僕は、どっちかっていうと、こう、イベントは時間的にできないし、ギフト系とかスコアとかもあんまり気にしないし、そうですね。ただこういう花屋もいるんだなっていうね、認知、そして YouTube とかね、インスタとか X とかも見てくれて、いいねとかしてくれて、コメントしてくれたりすると、いいなと思って配信は始めたんですけども、まあ、言ってみれば自分は資源がない配信者だと思ってるんですよ。で、最初花の話をしてたんですけど、まあ、花の話では人数増えないっていうことがね、はっきり分かりました。それはまあなぜかというと、ラジオトークの、分母数が少ない。残念ながらね、分母数が多ければニッチな話題でも人って来ると思うんですけど、分母数が少ないとニッチな話はやっぱり多くには伝わらないというかね、聞きたいと思う人は多くならないんですよね。うん、そう、分母少ないのよ、みおさんね、やっぱりね。なんで考えたのが、やっぱ自分の武器を作るっていうね、まあ、配信における自分の武器ってなんだろうなっていうことを考えたんですよ。で、考えたら、まあ、他の配信者がやってないジャンルでいて、さらにみんなが興味を持つ話題、うん、で、まあ、僕営業もしてるんで、まあ、コミュニケーションは取れる方かなと思ってたんで、まあ、雑談配信を、まあ、メインでやって、その一人一人のリスナーと交流すること、うん、枠回りも含めてね、交流することっていうのをやっぱり大事にしたかな、うん、先ほどのね DM くれた方も、その枠回りとかね、仲間を作るというかね、そういうこと大事ですよねっていう話だったんで、僕もやっぱりそれは共感します。うん、で、そう、ある程度入りやすさね。そう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 。雑談だったら何話してんのかなとか、どんな人かなっていうのをまだ興味持ちやすいよね。うん。公式さんとかの数万人のフォロワーがどこにいるのか不明で最近これ。多分みんなさん辞めていかれたんだと思いますね。うん、そしてつながりから増やしていく。そう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 。それで、まあ、これいろんな配信問わずなんですけど、人が多いところに人って集まるんですよ、うん、なんで、まあ、ある程度人数が集まらないと、まあ、推進力っていうものは生まれないと思うんですよね、うん、だからやっぱりこう最初はね、1回の配信でリスナーが50人ぐらいまで来るまではもう雑談配信にしようと思ってやってましたね、うん、私はリスナーさん増やすためにって考えたことない。ああ、こまちゃんはね、うん、こまちゃんはあんまり考えてないね。こまちゃんはね、そのままでいいのに。
人が多いところに人が集まる。太田さんはいつも意識してますよね。うん、そうだね。だから人が増えなかったり、興味がない人で、興味がないんだなと思われたら、やらないかなっていう感じ。こまちゃんはそうだね、このままでいいと思うよ。まあ、その、細かいテクニックとか、なんかまあそういうのはちょっとあるような気はするけども、なんか配信っていうとこだけ撮ったらね、全然そのままでいいと思うね。ねえ、リーさんね、こまちゃんはそのままでいいよね。僕増えればラッキーぐらい。ああ、そうだね。バリちゃんはね。そうだね。でね、その配信でやっぱ気をつけてたのが、リアクションを大きくする。これ、今僕、だいぶね、浮き沈みがある喋り方できるようになってきたんですけど、まあ、まだまだなんですけどね。声で表現する場なんで、やっぱ感謝とか、喜びとか、まあ、悲しいだとか、まあ、表現をね、リアルよりも大きめにするこれ心がけたね。最初の頃の自分のアーカイブ聞いてたら、ひどいテンション低いのねあ、トラさん延長チケットありがとう。2枚もありがとう。トラさんこんばんは。来てくれてありがとうございます。来ましたね、天才トラボン来ましたね最近のトラさんの配信も天才に磨きかかってすごいのねあ、遊びに行くと絶対楽しわくね、こまちゃんとこね。自然とアクティブ増えるだけで上がる。あ、わかる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 。外出かもしれませんが、トップ画は大事らしい。あ、トップ画像ね。大事だよね。出た。花ちゃんもありがとう。考えたら楽しくなくなっちゃうという。あ、そうだね。あまり考えすぎもよくないよね。ねえ、ご挨拶ありがとうございます。異次元トーカー、トラさん来ましたね。そうだ、リアクション大事にするでしょ。あと、そうだね。で、その配信でリスナーが雑談配信で50人ぐらいね、毎回来るようになってから、テーマトークをやろうって思って、テーマトークやったんですよね。で、さっきも言った通り、ラジオトークには分母数が少ないんで、あまりこうマニアックな話題をやるとなかなかね、人が集まりづらいんで、ラジオトークで起きてることをテーマに、配信をしようって決めたんですよ。そっからですよね、枠に来てくれる方々が増えたのはね。なんかありがとうよくわからんけどありがとうみたいだね、トラさんねそうですね。あとね、気をつけてるのが、こっからはちょっとね、賛否両論あると思うんですけどもそれから戻ったらまた人増えてるおかげさまで、はい、今現在109分の31名の方、本当にいつもありがとうございます。こまりちゃんの枠は誰かが、弾幕やればみんなやるし、見てても楽しめる。ああ、確かに弾幕で一人弾幕他絶叫ぜみたいなリスナーさんで怖かった枠の雰囲気大事よね。でもこの枠の雰囲気、僕いつも言ってるんですけども、まあ第1社のトーカーと第2社のコメント打ってくれてるリスナー、この第1社第2社で枠の雰囲気は作って、それを第3社の潜って聞いてくださってる方々がいいなと思うような配信が僕の中のベストの配信と思ってるんですよね。なんで、まあ、このちょっとメモった僕のとこにも書いてるんですけど、まあ、いかに潜って聞いてくださる方を増やすか、これがやっぱりリスナーを増やすために必要なことなのかなと、最終的には思ったかな。絶叫勢ってなんだろうね。みなちゃん、アイコンのオレンジの T シャツかわいい。いや、トラさん、いつも変わってないから。毎日オレンジだから。みどみどさん、毎日オレンジだから。そこ褒めるポイントにならないんじゃないかな、トラさん。一人めっちゃ、今日か?なるほど。あ、絶ゆる。
まあね、こう一人がこう熱すぎる人がいるとね、周りはちょっと、あ、ちょっと俺入りねえなってなっちゃうよね。あ、マホミオン先生こんばんは、来てくれてありがとうございます。今日はテーマトーク、リスナーを増やすにはどうしたらいいかっていうねテーマでやっております。よかったらご意見聞かせてくれたら嬉しいです。はい、言いづらいことは DM でね、匿名でも受け付けてますんで、ぜひ DM の方もねよろしくお願いいたします。はい、今ねとりあえず DM ね全部読み終わったんで、僕がラジオトークでねトーカーとして気をつけてることをね、はい、喋ってました。あ、強火炭、強ジャニオタみたいな。あ、なるほどね、なるほどね、確かに確かに、そういう枠入りづらいね。俺そこまで熱ねえしなって思っちゃうしね。あ、それだと楽しめないよね。そうで、こっからはねちょっと賛否両論あると思うんですけど、僕がその後に気をつけたことは、まあ、枠の雰囲気を壊す方が来ないようにしましたね。まあ、例えば時にはブロックもするし、まあ、時には DM でもねお断り、申し訳ないんですけども、来ないでください来ないでくださいとは言わないけど、遠回しに全然応援しなくても大丈夫ですっていう感じで、お断りしたこともあります。でもねこれめちゃめちゃ不安なんだけど、結構効果てきめんで、意外とねそういう人たちが来なくなってからの方が人は増えましたね。お邪魔なのでじゃあ帰るねってなっちゃう。なるほどね、リーさんね。あ、エリーさんごきげんよう、ありがとう、来てくれて。そう、意外とね誰でもいいから来てくれをやり続けるってのは、最初はねしょうがないのよ。最初は誰でもいいから来てほしいと思うのはしょうがないし、でもある程度、まあ、ラジオトークで僕が基準にしたのはやっぱり1回の配信で4,50 人ぐらいまでは、まあ、誰でもいいから来てほしいと思ったんですけど、まあ、そこから先伸ばすためにはやっぱり枠の雰囲気を乱す人はやっぱりやめた方がいいな。それは自分のモチベーションも下がるし、周りのいいリスナーが離れてっちゃうっていうね。そうなんですよね。で、僕もまあ、ラジオトークに人生捧げてるわけじゃないんで、まあ、実験も含めて自分がちょっと嫌悪感抱く人とか、まあ、周りからねいつも来てくださってるリスナーの方々から人ちょっとねっていうような声を聞いたときはちょっとやっぱり警戒するようにしてて、意外とリーチかかってる人もいます。自分の中でこの人がうちの枠で変な発言したら DM 送るっていうね。ただ好き嫌いだけではブロックはしないかな。嫌いな人、嫌いだから、自分が個人的に嫌いだからブロックするってことはあんまりないかもしれない。逆にうちの枠に来てほしくないからブロックはする。だけどその人のことが嫌いなわけじゃない。その人が来たら枠が乱れちゃうから、だから来てほしくないっていうのがあって、嫌いなわけじゃないのよ。だからそうですね、今まで交流してて交流今してない人とかもやっぱいますけども、別に嫌いなわけじゃないんだよね。嫌いなわけじゃないんだよね。これでさ、例えばね変な人が入ってきて俺のモチベーションが下がったりテンション下がったりするとリスナーのみんなも嫌でしょ。ねえ、それとかコメント独り占めみたいにしてさ、ガンガンコメント打たれてもさ、みんなもう私コメントしなくていいかなって思っちゃうでしょ。あ、こまちゃんもそうなることある。なるほどね、勉強になります、ありがとう。 DM でお断りすごいな。そうだね、何回かしたかな。したね。無言のリスナーが数人いるノーコメント枠も怖い。まあ私の枠なんですけど、他枠であっても怖くて出ちゃう。そうだね、人数めちゃくちゃいるのにコメント全然入ってねえじゃんみたいなね。ちょっとねコメントどうしようかなと思っちゃうよね。リーさん確かに怖いかもね、そこね。
あとですね、コラボもリスナーのことを考えない方とは呪縛ではコラボしない。うん、そうだね。リスナーのことを考えない、コラボ者とはできる限りコラボしないようにしてて、まあ、例えば嫌いじゃない、またさっきと同じだ、嫌いじゃないけども、この人とコラボするとリスナーが冷めちゃうんだよなっていう方っていらっしゃるんですよ、正直。そういう方は実はね、僕ね、コラボの時、フリーコラボの時だけその方ブロックしてるんですよ、その方々をそれ僕が好きとか嫌いじゃなくて、僕は喋ってれば楽しんでいいんですけど、周りがね、リスナーの方々がその方と僕が喋ってるのが嫌いなんですよね。そうだ、そういう方とはやっぱりコラボはしないように、そのフリーコラボの時だけブロックしたりしてます。あ、みくりさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。お久しぶりにお邪魔してます。応援はありがたいけど、暑すぎて怖くてお便り来るたびに疲れています。こんなリスナーさんにはどう対処してますか。そうなんだ。これどう、皆さん、応援はありがたいけども暑すぎて、暑すぎるんだ、お便り来るたびに疲れてしまう、こんなリスナーさんにはどう対処しますか。僕だったらね、DM を返す頻度を下げるかな。3回に1回無視するとか要は多分熱いリスナーさんって、熱すぎるね、熱いリスナーさんはいいんだけどね、熱すぎる方って、相手が答えてくれるとまたより一層熱持つような気がします。これ僕が言ってること全部正しいわけじゃないですよ。皆さんどう思います？なんかご意見あればぜひ聞かせてください。熱すぎてこう怖くなるぐらいね、そういう方はね、遠回しに言っても多分気づかないし、下手なこと言うとまあね、変な風になっちゃうんで、そうですね、すっとぼけて、あ、気づかなかったって言います僕あ、気づかなかったっていうボケかましますね。私は何とか喋ろうとしますが、なんならトーカーさんも無言でノーコメントの枠とかあって、あれは何を聞いてるな、それで、ね、それで、ね、ある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 そう、水上さん怖いですね、震えるね。そうだね、ちょっと、あ、コメントが、 ありがとう、みんなコメントたくさん、遅れてごめんフリーコラボの時だけすごい細かい設定、そう、そこまでしてます実は僕みのみさん震えてます。人だからこそ好き嫌いはね、それはしょうがないよね、ばあちゃんね。距離が近すぎる感じな、あ、そうだね、多分ね、リスナーさんの期待に応えるのが辛くて毎日配信しなきゃと、辛くなります。私の個人情報を特定しようとしたり、恐怖感じ始めてます。ね、みっくりさん、多分ですけどちょっとお休みした方がいいかもしれないですね。そうだね、多分ね、リスナーの期待に応えることってもちろん僕大事だと思うし、それができるみくりさんって本当素敵な方だと思うんですけども、あくまでもね、やっぱり自分が大事だと思います。リスナーさんに対してね、期待に応えるためにやることが、楽しんであればやった方がいいと思いますけども、それが辛くなるようだったらあまり良くないかなと思います。それで潰れてったトーカーさん、僕も結構見てるんですよ。特に男女間だと下心というか、これだけ投げたんだから連絡先を教えろとか、そういうこともやっぱりあるんで、もちろんその期待に応えるのは大事だと思うんですけども、そういう下心のある方がいるのも事実なんで、勇気を持ってお休みするのもありなのかなとか、そう思います。はい。ブロックはしないけど、私の枠に来てほしくないから霊力使って来ないでて念を送ってる。来たら来たでこっそりね怖いですね、怖いですね。俺、あーちゃんにされてたらどうしようあ、返事返さないね。エリーさんね、放送されて他のリスナーさんに迷惑かかるなら困る。そうだね、フル虫、そうだね、あーちゃんね、なるほど。可愛くすっとぼけ、そう、可愛くすっとぼけもあり、やり方はね、いろいろあると思う。だからそうだね、
言ってくれればアイデアぐらいは出せます僕怖さを感じたらブロックかな。うん、でもこれブロックしてもやっぱりね、アカウント変えてまた来たりとかってする人もいるらしいんで、多分ね、中途半端なことすると逆にダメになっちゃうんで、あの覚悟みくりさん自身も決めなきゃならない部分があるかもしれないね。うん、虚無を開く枠、虚無塩に、無言にすればよい、寂しがりの人がなりやすいから。あ、そうだねエリさんね、俺もそう思う、寂しがり屋だよね、かまってくれるからだよね、うん、あーちゃんねそんな出会い中ストーカー予備勢は通報。うーん、そうだ、ちょっと延長しとっかコメントがありがとうみんな今日めっちゃ盛り上がってるね延長しておきます。みくりさん、それは、ポリスメン案件。ああ、そうだね。うん、そうだね。ポリスメン案件だね。ちょっとお休みか、なるほど。ね、いろんな不安になると思うんだ。休むのも。今までずっと頑張ってきたのに、休むっていうのもすごい不安だと思うのよ。自分のペースも狂うと思うんで。で、それもすごい勇気のいることなんですけども、やっぱり一度、こう、ね、キャッチボールがうまくいかなくなったらさ、修正ってなかなかできない、多分ね修正はできないと思います。その状態にまで行っていやーなんとか仲良くなれましたっていう人を聞いたことないんで、うん、一方的にやっぱりあっちがそういう状態なんだったらちょっと難しいかなと思います。そうだね、お休みは大事だし無理に期待に応える必要だ。うん、そうだね、まふみ先生ね、無理に応えなくてもいい、みんな優しい、ありがとう。私の場合はダミ声すぎてそんな怒らないそんなことないでしょリーさん、俺結構リーさんの声好きよ。うん、そういう質問には答えられないのでごめんなさいというとか、あー断るね、断る勇気ね、全部答えるんじゃなくてね、うん、できても断ることも大事だよね。自分も動物の話してるけど、内容によってあまりリスナーさんが来ないこともある。だけど自分の好きなことしたいから自分が良しと思える配信を心がけているつもり、うん、大事、そういいと思う。マフミオン先生はね、ブレてない、マフミオン先生の配信はブレてない、素晴らしい。スルーもあり意外と聞く、うん、そうだね、うん、参考になりました。他の方のご意見も、皆様ご回答ありがとうございます。うん、そうだね、もしよかったら参考にしていただければ。やるなら徹底的だよね、本当ね、無理なく誰もが、聞いたり、トーカーとしては楽しめるのが配信だと思います。リスナーとかトーカーとしても、うん、そうだね。 X のネット探偵赤にスクショとか送って逆に個人特定する、いやまあそれはね、でも僕はあんまりいいことだと思ってないかな。こうやったらやり返すっていう考え方になっちゃうんで、うん、そうだね、その多分逆上しちゃうような気します。その多分その人はもうね、みくりさんのことしか頭にないっていうかね、もうそれがもういや言ってわかんないけどね、もうそれだけがもう人生みたいになってるような状態なんだと思うんですよね。うん、だからね、本当にそういう人がきっとこう家とか特定したりとかなるんで、その熱をやっぱり冷ますことが大事なのかなとは思いますよね。ボッコボコにしてやれや、気持ちはわかるけどね、あちゃんね。ご自身の精神状態も大切な方が、うん、それが一番大事かも。私も駅まで来たので警察に相談したことあります。ああ、そうなんだ。それくらいしかできないから本当に、慎重を察しいたします。できることはしておきました。うん、そうだね。うん、深く考えすぎない、楽しめる場所であってほしい。うん、そうだね、怖いよね、うん、逆に危なくなる気もする。そうだね、うん、そうだね。あ、コマちゃんも予告されたことある、無視が一番。そうだね、うん、僕もね、なんかこうなんていうんですか、挑発みたいな感じで、あの人が、まあ、俺って分かるような言い方をして、
なんか配信したりとか X にこうコメントつぶやきとか入れてたりした方もいるんですけど、全部無視全部無視、暇じゃねえんだっていう話だよねいや暇なんですけどね自分も外で演奏配信中に話しかけられてデート誘いとかあったから警察に相談した。あ、バホビン先生もあるんだ。へえ。こまちゃん、いやね、やっぱ配信して人気出てくるとやっぱそういうこともあるんだね。こまちゃん、可愛い子にひどいことする人いるとはありえん。いや本当よね、本当よね、そうね。相手の実名もメールアドも住所も向こうから教えてきたので何かあれば警察に突き出そうとは思っていますが、そうならないことを願ってリスナーさんを信じたいです。適正無視は、そうだね、あの中にはいますよ、配信以外の交流しませんという方もいるんですよ。やっぱりそういう多分怖い目にあったからだと思うんですけど、だそれももしかしたらありなのかもしれないですね。もうそれで決めちゃえばその人だけを無視するわけじゃなくて、あの どういう方にも DM は送らないっていう話になるんでね、無視できたコマちゃん強いよね本当ね。あとはラジオトーク内の、方とある程度つながっていることも大事、相談に乗ってくれたり対処してくれたりすることがある。うん、あのね、信用できる人を見つけて相談した方がいいかもしれないですね。みくりさん自分で一人で考えれなかったらね、経験ある方もこうやっていらっしゃるんで、うん、まあ、僕でよければね、あの DM いただければまあね、なんとかアイデアぐらいは本当に出しますんで、うん、いくらちゃん、本当に実生活に登場しだしたら警察動いてくれないときはネット探偵も、検討案件。ああそうだね、警察動かないからね、確かにね。最近はそれでやっと警察動いてお縄になる人出てきてるし、ああそういう意味ね、ああなるほどね、警察がね簡単に動いてくれないからそれならっていうことだよね。うん、あそれで演奏配信室内でやってんだ、魔法の先生。うわー怖いねやっぱね。あねえ、エリさんも気をつけて。みなみさん優しいからね。女の子ひどいことをすると男性への偏見が強まるし、女性も生きづらい世の中になる。ああその通りだね。うん、どちらにしろいいことなし。うん、相談できる人大事ね。一応運営さんにもお伝えするのもあり。ああそれもありだね、こまちゃんね。うん。だってある程度認知度が上がるとどの世界もマイナスな人が湧いてくるもんなんだな。そうだね、だからね正直言って僕は結構幸せですね。あのいい方しかいないんでうちの枠あでもねこれがその僕がさっき言ったあの枠の雰囲気壊す方が来ないようにするとか、時にはブロック、時には DM でお断りとか、好き嫌いでブロックしないとか、そういうのもある。言ってみればあんまり良くないなと思っててもコメントめっちゃくれるしな、だからあんまりこういいコメントしないけどもコメント多く入れてくれるからって妥協したりとかすると結構後から痛い目見るね、やっぱりね。マホミョンちゃん達観してるね、大人、建設的意見。もうね JK 卒業したからね。JK の時から大人だったけどね。いい弁護士なら紹介できます。あ本当エリーさん、では私はそろそろ自爆。あ、いってらっしゃい、マホミョン先生ありがとう、来てくれて。はい、これから22時半から、マホミョン先生が動物トークやりますんで、皆さんもしお時間ある方いたらぜひ遊びに行ってください。よろしくお願いします。うちの枠はね出入り自由なんでね、もうそろそろ太田の声も飽きてきたわと思う方全然マホミョン先生とか言ってくれて大丈夫なんで。うん、ありがとうございます。太田さんも、集まっている皆様のご意見参考になりました感謝で、ありがとうみくりさん、よかったそれなら。うんとね、本当にうちの枠は僕が言うのもなんですけど本当にいいリスナーの方が多いんで、
もしね、なんかあれば言っていただければ、うん、アドバイスはみんなしてくれると思います。うん、弱そうな人を狙うから厄介。そうなんだよね、あれ本能なんだよね、きっとね。人が増えると、確率的に変な人増えるから、間引いた方がいい。そう、その通り、エリーさん。俺もその通りだと思う。素晴らしい。リスナーさんとの付き合い方、ガイドライン設ける、必要性感じ。そうだね。いや、特に女性はね、やっぱり、まあ、最近は逆のバージョンもあるんだと思うんですけども、やっぱりそこはね、でもね、これ経験しなきゃ分かんないからね。でも今のうちにやっぱり経験して、これをこううまくね、経験として糧にして、またいい配信をねしていただけるといいかなと思います。僕もそういった面でちょっと嫌な思いはやっぱりラジオトークでもしてるんですよ。その時はやっぱりね、まあすごいね、嫌な気持ちになりましたね、正直。今だから言えるけど、まあやめる気はなかったけどね。だけど、しかとしました、本当、完全無視しました。そしたらもうその人から、その人がラジオトークやめたんじゃないかな、多分ね。みんな優しいよね、本当ね。私の見えない攻撃、念は、最適なのが分かった。念は通じるからね。リアコ勢ってやつか。リアコじゃなくて、ガチ恋勢。ガチ恋勢。リアコ？あ、リアコ、リアル恋ね。リアル恋ね。ガチ恋。ガチ恋なのかな？とりあえず私も一人間引いたの。あ、エリさんもそうなんだ。あ、指輪さんだ！指輪さん、こんばんは。ありがとうございます。来てくれて。嬉しい。嬉しい、指輪さん。ありがとうございます。はい、今日はテーマトーク、リスナーを増やすにはどうしたらいいかっていうね、テーマでやってます。あ、ウェイ、ありがとうございます、指輪さん。もしよかったらご意見聞かせていただければ助かります。これ、指輪さんの枠はさ、いつも盛り上がってるよね、ほんとね。すごいですよね、もう、ぜひね、どうやったらリスナーが増えるか、教えていただければ助かります、ね、指輪さん。僕も持ってるけど、シンシンの声はマジで安心感ある、聞きやすい、良い声、シンシンラジオを聞いた僕のリアル友達もシンシンの声絶賛。お、本当、トラさん、ありがとう、嬉しい。ってことはトラさん、もうそろそろ俺の声で寝落ちする時間だね。トラさん大体寝落ちするからね、うちの配信でね。念と虫とマビク、そうそう通り、ミクリさん、それこれだけ今日覚えて帰っていこう。そう、あとはね、笑い飛ばす。辛い時ほど笑えばいいと思ってるんでね、僕はね。はい、協力しますんで、ミクリさん、何でも相談してください。私のとこに来るリスナーは私の悲鳴を聞いて。被害者の会ね、被害者の会。本当ね、指輪さんの赤、本当面白い。いつでも面白い。そうそう、みっくりさん、他のリスナーを守るためにも、なるからね。そうだね、エリさんね。悲鳴と赤字を期待してる。指輪さん。もう横になってる、やっぱり、トラさん。そうでしょ。だいたいトラさんは、俺の配信を聞きながら寝て、そして夜中の2時とか3時に起きて配信始めるんでしょ。はい、改めまして、今日はテーマトークやってます。リスナーを増やすにはっていうね、テーマトークやってます。もしよかったらご意見聞かせていただければ助かります。言いづらいことは DM でね、匿名でも受け付けてますんで、どうぞ DM の方もよろしくお願いいたします。念はね、相手のアイコンに向かって手をかざして真剣に、心の中でみんなのために私の枠に来ないでくださいって思うと通じる。結構使ってんだね、あーちゃんね。お便りは来てないかな。はい、お便りまた来てました、すいません、読ませていただきます。こんばんは、こんばんは、箇条書きで失礼します。1、チャレンジするところ、成長するところを聞かせる。2、予告を必ずする。3、定期的配信。4、本人が楽しんでる。これがリスナーが増えるかな。なるほど、
大事なんだこれね。チャレンジするとか成長を見守りたいという気持ちってわかるよね。あのトーカーの方がね、あんなに喋り下手だったのにめっちゃ上手くなってんやんみたいなね、応援しててよかったって思うのがリスナーの心理だよね。あと予告を必ずね、ライブ配信なんでね、できる限りその見逃したくないっていうリスナーは思うと思うんで、あの必ず予告をしなきゃならないですね。あと定期的配信ね、いつもねこの時間に行けばこの人の声が聞けるっていうね、で本人が楽しんでる、これも大事だよね、本当ね。ありがとうございます。はい、次のお便りいきます。私はフリーコラボ企画したことあるけど誰も手が上がらなかったんで、早々に引っ込めたことあります。悲しかったけど考えてみたらコラボを恐れられてるかなと思いました。親しみやすさってどうやって感じてもらったらいいんでしょうね。難しい。はい、皆さんどうですか、フリーコラボで、ね、この間の俺のフリーコラボもあんまり手上がらなかったけどね、親しみやすさどうやったら表現できるかな。あ、すいませんね、コメントが、あーちゃんさん実践的なアドバイス、いや、あのあーちゃんのは実践的かな。でもありがとう。すごいな、でんゆめさん、おたき上げにお世話になる。あ、おたき上げやってたね、ゆめさんで、ね。おたき上げのおかげで、ストーカーが、お亡くなりに、あ、指輪さんのおたき上げするといいです。あ、指輪さんの枠行ったらいいかも、みくりさん。もう全然ね、多分変わるよ。最近、結界を張れるようになったからね。魔術師。そういえば、私は、怨念、引きかな、始めると人が集まり出す。予告と定期配信。あ、予告はね、僕も今1日前にやってるけど、予告はすごい大事だと思うね。スタートダッシュが違うね。枠によってリスナーさんの色が違ってて楽しい。ああ、そうだね、それはあるね。え、エリーさん、そんな効能がありましたか。本日一番よびっくりしてる。わーい、また時期を見てやりますね、おたき上げ。本人が一番驚いてるっていうね、指輪さんで、ね、面白いですよね。これは難しいよね。その親しみを感じてもらいやすいっていうのはね。あ、ビクトぜひぜひ遊びに行ってください。あの指輪さんのとこお焚き上げね。あなたさんね、巻き始めるね。ご飯炊けたらと。ミクさん、よかったらあーちゃんでいいよ。ありがとう、あーちゃん優しいね。予告と宣伝大事ね、エリさんね。そうですね、親しみを感じてもらいやすいか。あ、でもね、フリーコラボの恐ろしいところというか難しいのは、まあ、前回、フリーコラボやった時に思ったのが、大体コラボに上がってくれる方ってトーカーさんがやっぱり多いですよね。トーカーやってる方が多いかなっていうね。聞き専の人とか潜って聞いてくださってる方っていうのはやっぱり上がりづらいのかなと思うんで、そうですね、僕だったら、もしね、そのフリーコラボやって最初に来てくれる、上がってくれる人がいないのが不安だったら、あの裏で、最初上がってくれるって DM 送る。さ、いつもフリーコラボ僕やるとき最初結構渋いのよ。なんだけど大体ね、いつもね、アナトーさんが上がってくれるのね。で前回はね、響さんが上がってくれたのよ。そうそうそう。で誰かが上がると次上がりやすくなるんだけど、最初の一人って難しいよね、やっぱりね。だから最初の一人二人ぐらいは、もし誰もいなかったら上がってくれるって可愛くお願いしたら、多分いいよって言ってくれると思う。あ、これからご飯なんだ、神さん起床。最初の一人が出てくれたら続く人が出るのかな。俺もね、そう思うね。赤字確定の指輪。昨日も何らかの、怨念を巻いたら、シンさんともう一人、集合して同様。あーちゃん、興味深いアドバイスありがとうございます。エリーさん、リスナーさんを守るためにも、私がしっかりしなきゃですね。アドバイス感謝です。ね、本当いい人ばっかりだね、うちの若はね。上がり症。いや、アナトーさん助かってますよ、いつも本当に。トップバッターね、務めてくれてね。一人目を工作、一人目大事。あ、そう、お願い。いいと思うよ、全然。
やっぱり俺もだってアナトーさん上がってくれっていつもね安心するもんねしてね、うん、でねあのやっぱりトーカーさんは自分の配信がやっぱり一番大事じゃないですか。だから人の配信聞いてるときって結構油断してるよね。あのそういう環境にないことが多いと思う。うん、だから僕みたいに独り身だったらねいつでも上がれるぜみたいな感じになるんですけど、そうだね、あの家族いる方とかだったらね、あの家出なきゃできないとか車に行かなきゃ配信できないとかそういう方もやっぱいると思うんで、意外とね気軽に上がれないかもね。いつもできたんだけど、いやいいのよ、適当でもいいから上がってくれるのすごい助かる。アントさんは安心感が半端ない。そう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 。リスナーを増やすって、すぐに増やす方法はわからないけど、自分に無理なく焦らずにやることかな。人柄と同じで、配信もじっくり伝わることが多い気がしますね。いや、そのとおり、指輪さんがね、最初配信した時の話とかも聞いたことあるんですけど、やっぱりね、いろいろ、やっぱりいろんな経験してる今があるんですよね、指輪さんね。だからやっぱりすぐにね増えるってことはないけども、やっぱり地道にねいろいろこう試行錯誤しながら改善しながらやっぱりやっていくっていうのがね一番なのかなと思いますよね。太田さんの枠は安心してはしゃげる。ありがとうございます。もうどんどんはしゃいでください。今日もラスト5分で、怨念が止まらなくなって、急にカウンター動いていますじゃないか。そのね意外と上がれる人は限られてる。なるほど。そうだね。だから最初に何人か上がってくれたりすると、あ俺も上がろうかなって思う人とか、準備しようかなとか、次誰も手挙げなかったら上げようかなとかって思うような気がします。あとこの間の俺みたいに、アーカイブ聞いたら30分ぐらいフリーコラボだって言ってるのに30分ぐらい一人で喋ってるんだよね俺ね。だからあんまり気にしないかな。地雷な一言多いコラボの中、アナトーさんいると安心してあげるよ。コラボは地雷、怨念だ、怨念をまくと人が集まるんだ。違う。はい、じゃあまたお便りねいきますか。はい、次のお便りいきます。私はミラティブ出身なのですが、ミラティブでは基本リスナーさんと DM するのは禁止されていました。ああなるほど、トラブルの原因になるので、今はだいぶ、緩和されましたが、 DM は禁止としている配信者さんも未だ多いです。なので最初ラジオトークに来た時、後で DM しますねってコメントを目撃した時はすごく驚きました。今は慣れましたし、こうして DM してますが。ああなるほどね、ミラティブは DM 禁止だったんだね。でもね、僕、まあこれも個人的な感想ですけど、なんかね、まあコマちゃんがいるんで、コマちゃんがねアワとかで配信してるんですけど、アワの配信はなんか配信者とリスナーの線引きがしっかりできてるかなって思うんですよね。いい意味でも悪い意味でもね。逆にラジオトークは線引きがない、全然ないんだなっていう感覚があります。それもいい意味でも悪い意味でも。だからね、ラジオトークはその分自由な分だけやっぱり責任は自分に出てきますよね。だからこそブロックすることも時には大事だし、無視することとかシカトすることも時には必要なのかな。お休みすることもね。枠のカラーに合わせ、アナトーさんは合わせるよね、ほんとね。怨念が怨念。エリサさん、舞台中。DM 禁止とか、あるみたいですね。そう、DM 禁止。だから、ラジオトーク民はね、もう当たり前に DM とかやるけど、ね、禁止のとこはやっぱりあるんだね。なんかコミュニティの場としての音声配信っていうスタイルか、それともその芸能の延長上の配信者とリスナーの関係を重視するかの差なのかなと思いますけどね。どんな怨念なのだろう。DM 大事、まかない。
そうですね。いや今日も本当に、いやいつの間にか合計132名の方、アクティブ37名の方、今日も今日とてありがとうございます。本当にもううちの枠は本当に自由な枠なんでね、まあ、テーマトークやってますけど、まあ、雑談も含めてますし、なんか僕でよければ悩み相談というかね、こういう時どうしたらいいんですかっていう、こともね、ぜひぜひ言っていただければ答えれる範囲で答えます。もし僕が答えれなくても、うちのリスナーみんな優しい方なんでね、経験豊富な方もいっぱいいらっしゃいますし、ぜひぜひね、安心して質問してくれればね、いいかなと思いますね。そしていなくなると役に残念。でもね、何人、大体アクティブ最近見てて、2割アクティブにいたら、まあまあいい方なんじゃないかなっていう感覚ですね。50人とか60人とか合計いても一桁のアクティブしかいない方とかもやっぱりね、今なんかリアルになったんだもんね、アクティブ数がね。ラジオトークで収録の人に軽い気持ちで DM したら、番組へのお便りですって紹介されて焦りました。あ、でもそうだね、収録組はね、そうなんだよね。番組へのお便りやりますよね。おしゃれな意識高い系の生活を送れない、悔しい、悔やみみたいな、怨念を。ここから盛り上がるね。収録や配信の感想のお便りはいつになっても嬉しい。指尾さんもそうですけど、そのやっぱね、リスナーのために配信してんだっていう感じが。で、そのリスナーのために配信はしてるんだけども、やっぱりしっかり自分も楽しんでるっていうのが、わかる。指尾さんの配信って、指尾さんが楽しんでないなと思うことあんまない、あんまないというか 100% ないね。めちゃめちゃなんかいじられてるのに、めちゃめちゃいじられてるのに、楽しそうなんだよね、指尾さんね。いろんなコメント飛び交ってるのにね。それを見てると、もうこっちも楽しくなっちゃう。収録に関する嬉しいっすね。それは邪念でないから人が来ちゃうね。指輪さんはいじられてるのと、ラジオトークでこんなにいじられてすごいって思うのは、多分指輪さんがダントツ一番じゃないかなと思いますけどね。アンハサウェイとか、サラ・ジェシカ・パーカーになりたい人生だったって。クーダーオンバック。ボカボカこんな感じ、そんな感じよね。指輪さんの中ね。なかなかにボコボコですよね。そう、普段ね、そう、指輪さんのリスナーの方がだって、普段他の枠にいるととってもお上品なんですけど、指輪さんの枠に行った時だけ人が変わるんですよね。なんかあるんですかね。あ、でもそれだけね、指輪さんが愛されてるってことなんですけどね。指輪さんにはもう何でも話せるっていうの、言いたいことは何でも言えるっていうね。これもまたね、すごいつながりだなと思いますよね。いじられてもそれを受け入れられる、器の人。そう、その通り、指輪さんはそうなのよ、リーさん。指輪枠でもやりたいことでさ、あーちゃんはね、あーちゃんどこでもやりたいことになる。なぜかすごい活躍疑惑になりがち。人の本性が見えるわけ。それは指輪さん変なホルモン出てるので。ホルモンじゃないね、フェラモンで。そうですね。はい、今日はもう出尽くしたかな。お便りは来ないね。そうだね。ああ、そうだね。あと僕が意識してたこと、例えばですけど、下手なりにもプロ意識っていうね。喋りは下手でも本気で配信すればリスナーは増える。まあさっきね、お便りにもありましたよね。あとネガティブ配信をしない、これもさっき出ましたね。で、潜って聞いてくれている方に喜ばれる配信、これも言いましたね、さっきに出ましたね。あ、でね、気をつけているのはリスナーにも生活がある。コメントやアクションを必要以上に求めすぎないっていうのもね。
みんなね、いろんなことをやってますからね、洗濯してたりね、食事作ってる方もいるし、そういう人がね食事してることもあるんで、やっぱりコメントできない時とかね、あのリアクションできない時とかってやっぱりあるの当然だと思うんですよ。それをなんかこう、まあ、なんでコメントしないのとか、なんでコメントしないんだろうって不安に思った声を発すると、やっぱり結構伝わっちゃうんだよね。でこうね、音声配信をよく聞いてる方とかだと、やっぱりこう声に元気があるかないかとか分かるようになってくるんですよね、これね。なんで、まあ、そういうことはね、やっぱりあんまりこう求めないというかね、頑張ってね、今いるコメント打ってくれてる人を大事にこう配信していけばいいのかなと思います。ホルモン食べたいな、焼いちゃえってパリちゃん、俺んとこなんかまず出てこない鍋で美味しく焼くとかだ。ドモホルモンリンクルホルモン大豆気にしてないけど、僕の枠潜る人多め。ああ、バリちゃんとこはそうだね、多めだね。どこまでだっけ、潜り挑発しますときで、あなたと挑発してるよねでも感謝はして、そうだね、潜りはいじる、あなたさんはね、あなたスタイルはね、潜りの人いじりますからね。うん、指おじいちゃん焼肉汚ってっておいらは勝手に喋っちゃうからな。そうね、まあ人それぞれやっぱ特徴はあるからね。これはあくまで僕がね、気をつけてることね。あとね、これも何回か言ったことあるかもしれないけど、緊張感を持てないときは配信しない。なんかこう配信に慣れすぎてしまって緊張感が全くない人とか、このぐらい許されるだろうみたいな気持ちになって配信をしちゃうとやっぱり良くないかなと思うんで、まあ、リスナーの方々もやっぱ時間を割いて来てくれてるわけじゃないですかね。まあね、たとえ音声だったとしてもやっぱり聞いてくれてるし、まあ、全部ねフルにねがっちり聞いてなかったにしても、それに対してねスマホ1台使ってるわけじゃないですかね。スマホあれば他のことできますよ。だからやっぱその感謝も含めて、やっぱりこう緊張感持てないとき、緩んだ配信はできる限りというかしないように心がけてます。それもあって毎日配信をしないっていうのもありますね。毎日配信するとやっぱりちょっとその緊張の糸がほぐれすぎちゃって、まあ、だらしなくなっちゃうというかね、そういう風になっちゃうこともあるんで、気にしてることはとにかく感謝とネガティブにはしない。ああそうだね、ばあちゃん気にしてるね、おごりおごり昨日コンビニ弁当食べながら配信。ああ本当、アナトさん食べ放題、あ、食べ放題行きたいね。やはり。あとなんだろうね。あとコラボ封印ね。コラボもできる限りしないようにしたのも、まあリスナーの中にはね、僕の声を聞きたいって来てくれてる人もいるんで、多分ね。多分だけどね。話題がないからって言ってコラボに逃げたり、途中からね、急にね、やっぱ今日コラボしようとかっていう風にはしないようにしようかなっていう。コラボするときはコラボするっていう枠をちゃんとやって、テーマ配信やるときはテーマ配信をやるっていう枠にしたいかなと思ってます。毎日配信しない、その考えあるか、素晴らしい。ほんとね、毎日配信はできるならした方がいいと思います。ただ自分でも慣れてきちゃうんですよね、毎日配信に。でまあ、特に僕みたいにテーマトークが定着してきてちゃってる配信者にとっては毎日テーマトークなんてやっぱできないし、そうだね、その雑談で緩く配信するのとテーマトークできちっとこう集中してやるのを分けるっていうのはやっぱちょっと難しいかなと思うし、かといってテーマトーク毎日やったらみんな疲れちゃうでしょうそれを考えると、まあ何日かに1回とか、1週間に何回とか1ヶ月に何回ぐらいでも、人が来れるような、人が集まってくれるような枠作りをやっていけたらいいかなとは思ってます。あ、ルナさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。延長する？どうしよう、聞いてみようか。延長し、あ、いつもと場所が違うから、はい、え、
あ、AA になっちゃった。はい、もしよかったら、延長しますか。ポチッとお願いいたします。あ、エリーさんありがとう、延長チケットありがとう。どこでしたっけ。あ、コラボね、焼肉キング行きたい。コラボモロハンの剣ね、うん、変なの来たら困るしね。そうそうそう、雑音問題が解決してるのか不安不明でコラボがトラウマ。あー、そこね、電波の環境ね、コラボの使い方難しい難しい難しい、焼肉キングは今ラム肉とカニだからいいね。お、いいね、それいいね。ラム肉も食いたい、カニも食いたい。単に話したいコラボとリスナーさんに聞いてもらうコラボ、使い分けが必要。あ、そうだね、いくらさんね、そうだわ。する延長するリスナーテーマトークで行くというスタイルが確立してるもんね、さん。うん、そうだね。だから雑談配信はあのサブアカでおっさんズマムのアカウント作ったんですよ。もし雑談をしたくなったらおっさんズマムの方でやろうかなと思います。はい、延長しますか。はいが 83.3%、 いいえが 16.7%。 はい、延長させていただきます。ありがとうございます。はい、延長させていただきます。ありがとうございます。あ、いくらさんもありがとう、延長チケットありがとうリスナーさんに聞いてもらうコラボは難しい。そうだね、まあ、やっぱり僕はできればやっぱリスナーさんに聞いてもらいたいかな。あ、どうだろうね、あの、わかんないんですけど、もし僕がコラボやってて、その上に上がってる人たち同士で楽しくわーって盛り上がっちゃったら、多分リスナーさんががっかりしちゃうんじゃないかなって思うんですよね。うん、だからまあ、もしその誰かと喋りたいんだったら、あの、連絡先交換して電話すればいいかなと思ってますだからできる限り、あの、リスナーさんが聞きたい、少しでもね、聞きたいと思うような配信コラボは心がけてますね。だからコラボの回数はやっぱり減らしましたね。うん、みのみのさんとは、コラボ上げがいがあるよね。あ、だ、そうですね、みのみのさんが上がったら、俺喋んなくていいかなと思ってるみのみのさんが喋ってくれるからいいかなってね。ラニムクだったらラムちゃんねラムちゃんねうるせえやつらね。うん、私はオーディオカード壊れてて、さらに交換プラグの相性が悪かっただけですが、最近はスマホ同士でも雑音が鳴る、事例が発見。あ、そうなんだ。雑談内容かな、あ、雑談内容かなと思っています、コラボ。ああ、そうだね、内容ね。だからいつもね、フリーコラボしてる時も、まあ、前回もそうだったんですけど、今年の目標はとか、去年やり残したことはとか、共通話題は一つ作っとこうかなとは思ってますね、いつもフリーコラボやるときね。フリーとは言ってもね、もちろんその中に雑談も入ってもいいんだけどね、その題を作れば、あ、みんなどういう目標を持ってんのかなっていうのを聞きに来るリスナーが増えるのかなと思って。うんおいおいっておいおいみのみのさんね、ほんとね、うまく喋ってくれるからね、助かるとっても助かるはい、また DM の方来てますんで読ませていただきます。こんばんは、こんばんは。ありきたりですが、リスナーを大切にされるトーカーさんはリスナーがつくかなと思います。人間力なのでしょうか。中にはいい大人がリスナーが来なくてずっと拗ねてミュートしている男性がいました。その方はいつも辞めると言ってます。自分本位な人にはリスナーはつかないですね。これそうだよね、もうおっしゃる通りでございます。はい、本当にそのリスナーを大切にするって、まあね、大事だなと思うし、まあ、それがなきゃやっぱり人って集まってこないのかなと思うんですけども、まあ、具体的にそのリスナーを大事にするってことは分かってても、具体的にどういう行動を取っていいか分からない方が多いのかなと思いますよね。なんか時にはやっぱり、DM でね、お礼を伝えたりだとか、まあ、例えばですけども、お礼をね、伝わなかったとしても、その方の、配信に遊びに行ったりだとか、あとはその、X とかね、インスタグラムでいいねをつけるだとか、まあ、そういうことでもね、表現にはなるのかなとは思うんで、なんかこう、
無理にギフトを投げるとかそういうことじゃなくても表現の仕方ってできると思うんですよね。コラボでも聞かせる話をしてくれれば、聞ける。ああそうだよね。だからこうコラボでさ内輪の話で盛り上がられるとあなんか出てこうかなって思っちゃうと思うね。で、アナトー枠は、ハロプロやビジネスの話とかを雑談形式。ああ、そうだね、そうだね、そうだね。やめる、まだやめない。そうっすね、僕もラジオトークどうしようかなとは常日頃から思ってはいるんですけどね。続ける方がいいのか、その潔くやめて、もう戻ってこない方がいいのか、それとも気が向いた時だけ配信すればいいのかとか、まあいろいろ考えるんですけども、まあ前回のね配信でも言ったんですけど、まあ今回今年は YouTube の方ね、花屋の新しい回のこともあるので、そっちの方でちょっと頑張っていきたいとは思ってて、まあそれでもね今日もそうですけども、たくさんの方ね本当に聞きに来てくれてるんで、まあ、少しでも興味持っていただけるんであれば、月にね1回とか2回でも、最低限やっていきたいかなとは思ってはいるんですけどもね。はい、改めて今日のテーマトーク、リスナーを増やすにはというねテーマでやってます。もしよかったらご意見聞かせていただけたら助かります。言いづらいことはね DM いただければ匿名で、送れるようになっています。ぜひ DM の方もね、入れていただければ助かります。よろしくお願いいたします。スコアが上がらないとかもうやることがないとか言った挙句、勝手に私を例に挙げて話し始めてちょっと冷めた枠があるので、話の内容とリスナーとの、接し方大事だなと。そうだね。だからさ、トーカーはトーカーで理想ってあると思うの。どういうトーカーになりたいか、どういう話をしたいかって理想ってあると思うんだけど、リスナーもリスナーでね理想はあると思うんですよ。どういう構われ方をしたいかとか、どういうコメントの拾われ方をしたいかとか。だから言ってみればトーカーはやっぱある程度枠広くなきゃダメかなとは思いますよね。太田さんのライブが、ないと、コメント中毒気味になる。本当ね、ありがたいね、あなたさんはね、本当にね。そしたらお便りは来てないかな。全部読んだね。全部読みましたね。今日も今回もね、たくさん本当にお便りありがとうございます。本当ね、僕喋るの苦手なんでね、お便りがないとね、お便りとコメントがないとね、何も喋れないんで、ね、本当に助かってます。これコメントもお便りもなかったら俺多分速攻やめるねきっと。頑張ってるんだろうけどラジトへの気持ちはそれぞれである。ああそうだね、そうだね、確かにね。そのさっきもそので何でしたっけ、そのそれなりのね年齢の方が配信をしててね、人が来なくてね、リスナーが来なくてずっとミュートしてる男性がいたっていう話ですけども、まあいつも辞めると言って辞めないっていうね、方なんですけども、まあね、なんかその今やってることがうまくいってないんだったら今やってることの何かを変えなきゃ絶対変化ってしないと思うんですよ。なんでやっぱりその自分を変えるっていうことができないんであれば多分やらない方がいいのかなと思います。その人気になりたいんだったらね、人気にならなくてもいいと思ってる人も中にはいると思うんですよ。リスナーなんて別に少なくてもいいんだっていう方もいると思うんで、そういう方は全然いいんですよ。リスナーなんていなくても少なくても、でもリスナーが増えた方がいいと思ってるんであれば今を変えないと多分それ以上にはならないとは思いますよね。人間関係が怖くて距離を取りがちなんですが、友達作らないとリスナーできないよと言われてショック受けてます。エリサ、そんなことはないと思うよ。僕最近人間関係、ラジオトークでは特に距離取ってますからね。
こうやって配信中のお便りとかはあのおかげさまで皆さんのおかげで本当にたくさんねあの来てるんですけども、普段からこう DM で交換してなんかかんかってしないですよ、でそこまで人間関係深くなりたくないからイベントもやらないのもあります、やっぱり何かを一緒にやるとね、やっぱり人間関係が深くなるし、まあこれも何回も話してるんですけども、最初から嫌いだったら大した問題じゃないんですけど、ある程度仲良くなった後にあやっぱりこの人ちょっと合わないかもと思った時が一番難しい、距離を近づけるのは簡単なんだけど近づいた距離を離すのって難しいんですよね、なんで必要以上に仲良くなりすぎないようにはしてます。それでも勝手に仲良くなっちゃう人は多分気が合うんだなと思ってるんで、だからそれでもうちの枠は来てくれてる人も増えてるし、新規の方もね、DM にね名前ついて送ってくださってる方もいらっしゃるんですけども、本当にコメントで一度も浮上したことないような方も DM くれてるんですよ実は。なんで人間関係大事じゃないとは言わないんですけども、まあ、やり方によっては増やすことはできるのかなとは、天気大事ね、治りたくてその枠に行ってたわけじゃないのでなんか行きづらくなっちゃったな、そうだね、あ、響さん、あ、響さん大好き大好き大好き、ありがとうこんばんは、来てくれてありがとうございます。あ、終わったのかな、響さん配信お疲れ様でしたそう、俺もさ、こないだコラボの時に11日って言ってたじゃんって後で思い出して、うわー行きたかったと思って最初に投げ逃げしました響さんの配信が始まってから自分の配信やろうと思ってそうね、楽しい枠は単純に楽しみたいね、リーさんね、話戻りますが、サムネ大切なのは分かります、どういうのが入りたくなるサムネなんでしょう、聞きたいです。あ、はい、皆さんサムネでね、さっきアンケート取った時にサムネで入るかどうか決めるという方が7割ぐらい 70% ぐらいいたんですけども、皆さんどういったサムネだったら入ります、逆にこういうサムネ入りたくないとかあればぜひご意見聞かせてください、よろしくお願いいたします。距離感大事ですね、ぐいぐい来られてもそうだね、すごい、なんで私の悩みが本当仲良くなってから距離取るの難しい予知能力予知能力ひびきさんお疲れ様でした、本当、サムネできた、お父さんね、サムネできたね楽しそうなサムネタイトルなら貼りたい、高木さんありがとうございます。まあそうだよね、どっちかって言ったらやっぱりこうポジティブな方が最初は入りやすいよね、まあ明るいことかな、おどろおどろしいサムネは違う、わかる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 、あのさ、なんかこうかっこいいとちょっと怖いと微妙な時あるでしょ、サムネもね、だから、まあ、見る人が見たらかっこいいんだろうけど、見る人が見たらちょっと怖いっていうようなサムネとかだと、微妙なサムネだと俺ちょっと入れないかもしれない、撮った写真そのままだといまいちみたいですね、あーなるほど、景色の写真とか花の写真とか、あ、やばそうでないかが基準なんだ、エリさんね、エシさんが書いた綺麗なアイコンやサムネでも良いですけど、私は文字だけドン、だらだら喋るで出してたらそれが良かったって言ってくれた人がおりました。ああ、まあいると思う、そういう人も、分かりやすいからね、その方がね、例えば雑談ってでっかいね、白に黒の文字で雑談って書いてるだけでも、まあ、分かりやすいよね、何を目的としてやるかが分かりやすいからね、サムネに字を書いた方が分かりやすいってことかな、これも人によるかな、そうだね、
最近よく使う、牛の顔のそれで、あなたさんでとりあえず好みのタイプ、絵だと入っちゃうかな。ああ、まあでも好みもあるよね、やっぱりね。あ、好みもある。やっぱりこう刺激的なサムネだったら刺激を求める人が入るのかな。僕なんかこう平和な枠が好きなんで、なんかどっちかって言ったら尖ってるよりも丸いイメージの枠の方が入りやすいかなと思います。うん、あ、イラストの方が入りやすい気がする。怪しい雰囲気出すくらいならシンプル文字の方が入りやすい。あと黒っぽいより白っぽいとか。あ、それはあると思うね、リーさんね。わかる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 、めっちゃわかる。あると思う。キャンバーで、フォントを使ったサムネは素敵でいいですよね。うーん、そうだね。まあ、まあ、サムネはどうだろうね。いや、これもさ、さっきも出たけど続けることが大事ってね、ご意見ねいただいたんですけども、まあ、サムネもやっぱり1回2回使っただけじゃ効果ってやっぱ分かんなくて、うん、だからやっぱりある程度長く使ってみて、まあ、結果出してだと思います。あの、本気で、そのリスナーを増やそうと思えば、あの、やっぱ世の中数字でできてると思ってるんで僕は数字を意識するといいかもしれないですよね。このサムネで1ヶ月配信、何回配信したら合計何人来た、ね、アクティブはどのぐらいだったとか、もう数字で残したら分かりやすいと思うね。なんとなくでやったら多分なんとなくでしか変わらないような気します。うん、毎日見るやつだととりあえず入ってみるかっていう、刷り込みみたいなもの、あ、あるあるある、リーさんね、ある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 、それはある。うん、あ、よく、あの、仕事でも、あの、チラシをね巻いてどうのこうのやった方が商売成り立つような仕事もあるんですけど、あの、チラシ巻いた方がいいですよって言うんですけど、なかなかね、みんなチラシ経費かかるからやりたくないとかっていう人もいるんですけど、そこで僕いつも例えに出すのがピザ屋のチラシね。ピザ屋のチラシってピザなんてそんなに頼まねえよって思うじゃないですか。だけど、あの、毎週のように入ってくる時とかありません？定期的に。うん、だけど使わないけどそのピザ屋の名前は覚えるんですよねそう、だから、あの、サムネも一緒で、あの、いつも見るなってっていうね、あ、この人だな、サムネイコールあの人って分かるぐらいまで、意識づけするって大事だと思うね。フォントでも見せ方あるから。そうだよね、エリーさんも絵描くからね、やっぱり上手だよね。エリーさんのサムネとかはすごい入りやすい、目に留まるし。うん、サムネ固定の人いる。うん、分かりやすさ大事ね。そうなんだよね。だから、絵を描く人で、まあ、絵を描く人というかデザインをする人か、デザインをする人で多いのが、そのデザインに溺れて伝わりにくいっていうね。うん、何を伝えたいかがわからないっていう方もいらっしゃるんで、わかりやすさね、やっぱここは忘れちゃいけないよね。私が気をつけてるのは、誰の枠かわからなくないように、何がしたいライブなのかわかるように、目に飛び込んでくる、目に、つく、色彩バランス、チラ見でも内容、伝わる、簡潔な文字、この辺ですかね。あ、そう、あの、今僕がいつも使ってるサムネはルナさんが作ってくれたやつで、ベースになってる絵は、あの、キーさんがね、あの、描いてくれた絵なんですよ。で、その2人が作ってくれた、サムネなんですけど、まあ、これのおかげで人が入ってるのは間違いないと思いますね。あの、お花の絵柄だし、まあ、最初ね、僕が使ってたアイコンが、帽子をかぶったね、花の顔のやつなんですけど、あれでやっぱりこう認知が取れたのかなと思うんで、やっぱりね、サムネはすごい本当に大事だと。ずっと使ってますよ、これ。1年以上使ってますね、これ。あとはちょっと違っても全体の色味が同じみたいな、メンバーカラー的な、サムネは、刷り込みがされがち。ああ、そうだね、そうだね。確かに確かに。
うちはいつも同じサムネにしてるのは分かりやすくするためのものもあります、で大事な時だけしっかりサムネ変更する。ああなるほどね。いやエリーさんのはね分かりやすい。でキャラクターもうんとっても好き。俺はすぐすごい目につく。うんそうだね、あエリーさんだと思うもんねすぐね。うん人柄もそうだし入りやすいね。ほんとねエリーさんのとこはね。あ特別感大事だね。ただおしゃれなだけなやつはあんまり入らないか。ああそうだね。うん。あと読ませたいのは下に書かないと左上がラジオトークさんの数字が被るから。うんそうだね。細かいテクニックね。うんうんうん大事だね。文字被らないようにね。そうだね大事だよね。そう何のためにサムネが必要かっていうことだよね。大前提にみんなに見てもらうためにサムネはね必要なものなんで、こうやっぱり自己満足になっちゃうとあまりいい印象を実は与えれなかったりとかするよね。だからさっきリーさんが言ってたようにその文字だけっていうのも、まあ、意外とこう、ね、思いつかなかったらその方がシンプルでいいのかもしれないよね。うんこんな雰囲気で、不穏な名前のサムネも入らない。ああ、そうだね。入らないね。うん。結構、まあ、リーさんはだいたいパンダでしょ。ミオさんも決まってるし、エリーさんも決まってるし、アナトさんぐらい？ルナさんもすぐルナさんってわかるもんね。響さんもわかるよね。ミノミノさんもずっと同じでわかるもんね。アナトさんも同じだな。バリちゃんもわかるな。結構やっぱりアイコンは固定だよねみんなね。そうですね。お便りは来てないかな。はい、またお便り来てます。リスナーを増やす、そりゃ素形部で釣りますメイド服でも釣ります匿名さんです。ゾさん、はい、ありがとうございます。これはこの間の直丸さんの枠でね、今いないんですけど直丸さんの枠で、まあ、話題になったね釣りですねアナキが変わった時は誰ってなったけどそう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 、それがねゲイだったからね。もうアナトさんのねうん、パンダじゃなくて自撮りかもしれない。それは考えたことなかった実は本人誰だそんな釣りなんて全く、まあ、間違いなくルナさんですねもうあの時直丸さんも配信どころじゃなくなってたからもう写真に釘付けなさいはい、今日はリスナーを増やすにはっていうねテーマトークでやってます。もしよかったらご意見聞かせていただければ助かります。言いづらいことは DM でね、匿名で送っていただければ代わりに読ませていただきますので、どうぞ DM の方もよろしくお願いいたします。いやでもなんだろうね、まあ、自分ではそんなにわからないんですけども、僕は本当に皆さんのおかげで楽しくやらせていただいてますし、本当にね、それこそイベントやってるわけでもないのにこのぐらいの人数が来てくれるのはね本当にありがたいし嬉しいし楽しいし、はい、で DM もそうだしコメントもそうだし本当にね、皆さん、感謝してます。これがないと本当に僕は配信できない人間なんで、だからまあ本当に喋るのが苦手でも、配信ってやり方によってはできるんだなっていうのをね、本当に皆さんのおかげで、感じさせていただいてます。はい、だからきっとね、足りない部分って結構皆さん持ってると思うんですよ。ね、何足りないあれ足りないってあるんですけど、まあ、僕ももちろんそうなんですけど、でもこうやってリスナーの方々が足りない部分をねやっぱり補ってくれたりもするんで、まあ甘えるところはしっかり甘えてその分いい配信してね、少しでも喜んでもらえれば、まあこれでウィンウィンなのかなと思いますよね。
ちょっと18禁っぽいサムネだとついつい覗きに行くのは俺だけじゃないはず。日比さん、それは俺も一緒それは俺も一緒いや、気になるよね、それはもちろんね。だけどそれをやると逆にこう女性から見たらどうなのかなとも思うよね。あ、引っ掛けてんだろうな、そういうのを嫌う女性もいるよね。だからね、どういう自分がどういうリスナー層に来てほしいかっていうのもすごい大事だったりするよね。あなたさんコメントした瞬間に誰かアナトブチ明るいサムネにすれば明るい人が集まり、不穏なサムネにすると不穏な人が集まるんだろうな。多分ね、それは心理的にあるかもね。健康が足りないから、サプリの今くります、老人会エリーさんめちゃめちゃ健康そうだけどね。はい、あと僕が気をつけたことってなんかあるかな。緊張感持ちないとき配信したでしょ。あ、リスナー層を狙ってのサムネか、それも必要かもですね。そうだね、あの自分と相性のいいリスナーってやっぱりいると思うんですよね。なんであのそれって自分のカラーって意外と自分で分かんなかったりするじゃないですか。なんで今僕が使ってるそのキーさんと、ね、ルナさんがあの作ってくれたサムネなんですけど、その二人の方が僕のこと分かってると思うんですよ。だから僕の雰囲気をそのまま作ってくれたんで、僕はそれをそのまま素直にずっと出し続けてるっていうねね、まあ女性層を取りたいか男性層を取りたいかっていうのもやっぱアイコンサムネ大事かなとは思いますよね。俺毎日アエントマカドン出る元気ですねアイコン変えるから、芸風変えるとマジで誰かわからなくなるねそこねマルチビタミンと大豆系サプリ、飲んで、更年期障害の回復をですね。エリーさんってそんなご年齢なんですか全然気にしたことなかったですけど、私の枠はセクシーボイスレディが集まりがち陽気リーさん好きだもんね、そういうのね。リーさん好きだからねまあこれでもあるよね。自分が好きなリスナーが集まってくれるっていうのはすごい嬉しいよね。あ、そうなんだ。え、46なの。あ、エリーさん俺より上だったんだねずっと下だと思ってた。ずっと一回りぐらい下だと思ってた。一回り以上だね。ラジオトーク老人会朝響さんと一緒だ知らなかった全然だいぶ年離れてんなと思ってました。実は上だったっていうねこれも音声配信あるあるですね。後に答え合わせしてなぜかみんなハスキーボイスなんでああ不思議だよねリーさんね、それね。あ、そうだ、園長先生もね。そう若いよね声ね、めちゃくちゃね。分かんなかったわ。あなたさんも分かんない。あなたさん50なんでしょ。分かんない。そう、園長先生の話出たんでね、園長先生の話もさせてもらおうかなと思うんですけど、まあ、僕がこのテーマトークとか配信しようかなと思ったのはもう全部園長先生のおかげなんですよね、実はね。あ、そう、俺ね3月19で45になります。もう40中ですね。そう、実はね園長先生の配信を聞きに行った時に、僕配信ってやっぱりこうキャッキャキャッキャこう盛り上がるようなね配信しなきゃダメなもんだと思ってたんですけど、園長先生の枠行った時にめちゃめちゃ落ち着いたいい声で、なんかこう癒してくれるような声で落ち着いた雰囲気じゃないですか。はい延長しますか。はい、こもちゃんに言われたら延長します。はい、ラスト延長ですね。はい、
そう、それで、あ、配信って別にキャッキャしなくてもできるんだと思って、あの園長先生の配信よく聞きに行って、自分のこう構成を作ったっていうね。あ、いくらさんありがとう。あ、みのめさんもありがとう。あ、えりさんもでありがとうありがとうありがとう嬉しい。うん、私も園長先生いなかったら、原稿頑張れないこと、たくさん。ああ、そうなんだ。あ、こまちゃんありがとう。ありがとう。ありがとう。やっぱいまいち似てないんだよね。で、園長先生が、あの、収録も頑張ってらっしゃって、その収録も、あの、アドバイスしてくれて、俺全然収録上げてなかったから、あの、収録って何がいいんですかねっていう話を聞いたら、まあ、収録は、最初は、あんまり効果ないよって。あのだけど後からじわじわ聞く人とか増えるから、あの収録もやっといた方がいいんじゃないって言われて、うん、収録するようにして、まず収録に慣れなきゃダメだなと思って、あの最近はね、告知を収録に入れるっていうね、あのスタイルにしてるのも全部園長先生の影響です。実はね、最近あまり言ってなかったもんね、園長先生のことね。うん、そうそうそう、園長先生の枠は話題も広いし居心地いい。そうなんだよね、本当にいいよね、うん、あ、収録ね、すごい勉強になるよね。そう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 、うん、あ、アントさんもね、収録ね短い収録ねそう、すごいラジオトーク来て一番影響を受けた、配信の一番影響を受けたのは園長先生ですね。うん、そう、なんかこうアイドル的な要素がないと配信ってできないのかなと思ってて、あとはなんていうの、ビジネス的な、なんかこうアドバイス的な感じのこととかできないとみんな聞いてくれる人いないのかなってイメージだったんで、だけど花屋のビジネスの話したところでちょっとね、一般社会とはちょっとずれてるとこあるからなとか思いながら、でもあの園長先生の、あの落ち着いた声の、あの雰囲気の枠であんなに人が集まってて人気もある方なんで、あ、これは別に無理して明るく務める必要もないし、うん、あ、こういう配信にもやっぱ需要ってあんだなっていうのがすごい衝撃で、うん、笑いが欲しいときはぜひ聞いてそうそう、あなたさんのやつの収録聞いてください皆さん。あなたさんは辛い時も、辛い時いつも聞いて、あ、そうなんだ、エリーさん。まさかスターウォーズまで、網羅してたとは、パンダもびっくりで。あなたさんの収録本当に笑えるそうだ。あなたさん面白いよね、本当で。ありがとう。園長先生の枠癒されちゃうよね。癒されちゃうね。んということは、リスナー全然いなくて、辞めちゃいそうな時、だいぶ昔に入り、浸って、園長先生が続けてるの、私、大功績じゃん。うん、入り浸ってたの？あ、そうなんだ。あ、言ってた、園長先生が最初、園長先生ですら最初やっぱり結構苦労したって言ってたよね。全然やっぱりリスナーが来なくてって。でもどうやっていいかわからないから、まあ、とにかくひたすら配信したって言ってたね、園長先生はね。いや、それはね、ルナさん、そうだね。でもルナさん結構応援ね、俺の時もルナさんもびっちり来てくれたもんね。あー、でコメントも打ってくれるし、応援してくれるし、笑わせてもくれるし、そうそうそう、こういうね、リスナーの方がいるからやっぱり頑張れるっていうのはあるよね。面白い収録撮れないともうハードル上がってってるからね、あなたさんで。もうすぐあなたさんも自分でハードルどん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 ね、自分を超えていく感じだからねどんどんハードル高くなってくる。アントさんのネタの幅広さにはいつもなく、いや、楽しんでんのよ、アナトさん、本当に。そうだね。いや、でもやっぱり、せっかくね、ラジオトークで知り合ってさ、こうやって交流とかしてたら、やっぱり、できればね、長くね、お互い、楽しめたらいいのかなとは思いますよね。うん。あ、収録もね、どんどん話すことなくなっていくよね。あのね、僕がインスタグラムとかツイッターとかもそうなんですけど、花屋だからやっぱ写真とか載せるじゃないですか。そしたら
いつの間にかね、そのネタを探すようになるんですよ。毎日写真を載せようと思うと、こうなんていうんですか、普段何も思わないようなことをやっぱりこうネタとして使えるかどうかってね、勝手に考えるようになるんですよね。そうするとそこまでいくとだいぶこうネタも出てくるような気がします。アナキのおかげで俺もやってみようが出てから影響受けてますね、響さんもいい影響だよね。ルナさんのコメントはこっちも学ばせてもらって、あ、そうだね、はい、途中からね来てくれた方もいらっしゃるんで、今日はねテーマトークやってます。リスナーを増やすにはどうしたらいいかっていうねテーマでやってます。もしよかったらご意見聞かせていただければ助かります。言いづらいことは DM でもね匿名で受け付けてますんで、 DM の方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、あと相談とかでもねいいんでね、こういうことあって困ってんだよなとか、まあそういうことももしよかったら入れていただければ、僕でよければ僕が答えれなくてもリスナーの方々が答えてくれるんでね、ぜひ、そちらの方もよろしくお願いいたします。 DM は来てないかな。うん、来てないね。今日は読めたぞ、ちゃんと全部。よし、収録から配信のない、配信の話内容になることもあるので、なんとかなんとかと、続けたけど、何も絞り出せない時もある。ああ、いやー、まあネタはねやっぱり難しいよね。収録だからって何か喋らなきゃならないっていう概念を外してもらいましたよ。はい、あと何分、12分ですよね。12分やらなくていいんだなっていう、なんかいいんじゃないですか。それでもなんかさ、あの声が好きって思ってくれてる方も中にはいらっしゃるじゃないですか。皆さんそれぞれ自分のリスナーでね、だからその人の声を毎朝聞くとか昼休みに聞くっていう、まあそれが習慣になって心地いいっていう人ももしかしたらいるのかもしれないし、なんか本当なんかおはようございますだけでもいいのかなとも思いますよね。収録始めたきっかけ、誰もやってないことをやってみたかった。ああ、なるほどね。収録俺病、そう、あなたさん病だからね。この前なんか喋ってねえもん、車の音も真似した。もはやトークじゃないっていうね。面白いですね、ひいきさん。どうにもならんときはしょうもない、鼻歌を投稿する。あ、いいよいいよ、全然それでもいいと思うよ。ねえ、全然いいよね。俺もなんか収録ね、歌でもいいもんね、収録ね。そうだね、収録ね。まあでもだいぶ収録は慣れてきたかな。なんか反応がない中で喋ることっていうのにも、まあ YouTube やってるからもあるかもしれないですけど、だいぶ慣れてきたかな。もう本当苦手でね。で僕本当苦手なんですよ、その喋ることが。特に1対1はあのそれなりに喋れるんですけど、対複数に対して喋るっていうのが結構苦手で、あの宴会の席とかで挨拶とか本当嫌いなんですよ。結婚式の挨拶とかなんか反応が薄いじゃないですか。だから誰の反応見ていいかも分かんないし、まあ、まず緊張しますよね。そうなんだよ、それもあってねラジオトークやろうと思ったんですよ。対1対1は OK なんだけど、対複数が苦手っていうね。響さんのモノマネみたいに誰もやらないところを攻めると面白い。あー、そうだね、小鳥のさえずりや小川の流れる音とかもアップしてもいいよ。そうだね、全然いいよね。あ、考えれば何でもできるんだね。じいさんのあくびなんて誰もやらないで。五木ひろしの顔真似をする、コロッケの顔真似ならできるのに収録じゃった。いや、いいんじゃない。それをね、五木ひろしの顔真似をするコロッケの顔真似をしながら何か喋るっていう。伝わりにくい。
だって受ける必要もないし、ね、伝わらなくてもいいんだよねきっと。分かりにくすぎる。私も大宴会はいつも一人ポツンとします。あ、エリーさんもそうなの。へえ、本当苦手なのよ。本当1対1はね、めちゃくちゃ自信あるのよ。うん、そうだね、対複数、なんていうのかな、しかもちゃんとした講演会的な場面とか挨拶とか、なんかこうフリートークで10人ぐらいいて、飲み会の宴会で10人ぐらいいて、その中で注目されるっていうか、それはね、分かる、できる。岩崎宏美のモノマネしている時のコロッケの感覚。あ、響さんもポツンタイプ？あ、意外。乾杯の挨拶とか、あ、ルナさんはね。皆様本日は押してる、時間が押してるそうなので、乾杯。毎回これ、あ、いいね、いいね、それね。たまにいるよね。自分が喋るのが気持ちよくなっちゃって、すっごい長く喋る人とかね。うん。大宴会系は、壁と同化する。壁になってんの、リーさんは。ただ単に飲みすぎて、ケツに根が生えて動きたくないだけ。そういうことね。そういうことね。でもね、たくさんの人数で何人かね、まあ、10人未満ぐらいかな、の宴会とか、その中で、リーダー的な存在の人間の、視線をね、自分のものにするためには、リアクションをでかくする。これ大事。ちょっと冗談言ったら、めっちゃでかい声で笑う。はい。そしたら、喋る人って、聞いてくれる人の方を見て喋るんですよ。だからその人が喋り出した時に自分を見てくれたら、もうこいつ落ちたなと思ってる、俺。営業で。あ、こいつ僕のこと気に入ってくれたな、みたいな。うん。そう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 。気が利くとかももちろん大事なんだけど、うん。喋る人の話を聞く。うん。あと、歌ってる曲を覚える。大事。うん、私は壁、私は壁。うん、そんな斜陽な人間なので、画廊の人に絵描きとしての宣伝のために配信しろと言われたとき衝撃を受けました。ああ、でもね、ああ、でもエリーさん近いかも。そうだよね。エリーさんは絵描くし、俺も花の世界なんで、やっぱ花の世界も、喋るの苦手な方とか、自分の宣伝することが苦手な方とかって結構多くて、例えば僕もそうなんですけど、まあ、それもあってやっぱり、伝えることって大事だな、伝え方って大事だなっていうことに気づいて、喋る練習をしようって思いましたね。うん、若い時はね、それこそがむしゃらにね、夢中になってやってて全然いいと思うんですけど、いい花が絶対に売れるかって言ったらそういうわけじゃないんで、その花がね、いい花だと思わせるトークもね、やっぱり必要だったりもするんで、うん、絵もね、やっぱり綺麗に描ける人っていっぱいいるし、結構ね、趣味でやってる方も多いんで、その中でね、自分の絵の何がいいのかを伝えることっていうのは、まあ、文字でもそうだし、言葉でもそうだし、やっぱりすごい難しいけど、すごい大事なことなのかなとは思いますね。表現力っていうんですかね。そう。それでさっきもね、ちょっと話したけど、こう、なんていうのかな、リアクションを大きくするっていうのは、配信でもね、なるべく、するようにはしてますね。よいしょ。よいしょ。そうですね。いや、今日も本当にいつの間にか166名の方、アクティブ35名の方、本当にありがとうございます。そうなんですよ。営業力や自分の武器、客層変わり、説得力が強い人間になりました。本当にラジオトークさんには感謝です。鍛えられたんだね。やっぱりあるよね。こう自分ではこう伝えたいのに、
相手にはそう伝わってないこととかってやっぱりあって、ラジオトークやっててもねあるよね。でそれをなんかこう自分なりにこう、あ、これは言っても伝わらないからこういう言い方した方がいいかなとかね、段階を踏まえて話しするように、要は言えばいいかじゃなくて伝わるかが大事っていうね。うん、だから相手の能力、まあ、能力って言ったらちょっと失礼かもしれないけど、相手の能力によっても言い方とか言い回し方っていうのは変えたりもするかなっていうね。なんだかんだ悩んだ時あったけど、ラジオトーク始めてから喋るの上手くなったと思うし、いろんな価値観を受け入れる器がたくさんできた気がする、俺もラジオトークに感謝。あー、でもね、響さんも、いや、もともとでも最初会った頃から響さん喋るの上手だったけどね。だけどなんかさらにまた今、確かに器でかくなったっていう言い方もなんかちょっと合ってるか分かんないんですけど、なんか許容範囲が広がった感じがします、響さんの。うん、私は電話の時に配信みたいになる変な話それ初めて聞きました、リーさん。逆にね、配信じゃないのにもう配信みたいな感じで喋っちゃうって、電話でねそれ面白い、いいですね。人に話すってことを学ぶためにラジオトーク来たおかげで、今すごく活かせてるので来てよかった。いやー、みのさんはね、素晴らしいよ。磨きかかってるよね、ほんとね。みのみのさんはやっぱね、喋った方がいい。本当に喋った方がいいね。何をこんなに必死に喋ってんだろうって。いや、でも大事かもね。伝えるって大事よね。本当ね。気づいたら異業種の代表さんや社長さんと仲良くなって楽しいんだよね。でも俺はリスナーで参加の方が気楽でいい。ああ、そうかもね。まあ、向き不向きっていうかね、あるよね、やっぱね。私はコミュ障を克服するためでもあったな。ああ、言ってたよね、コマちゃんね。なんだっけ、喋れるコミュ障だっけ。喋れるコミュ障。ね、喋れるコミュ障。そうだよね。そんな感じしないもんね、コマちゃん聞いててもね。喋れるコミュ障。ね、うん、でもコマちゃんあれだよね。いや、でも最初から結構なんていうのかな、コミュ障の人ってなんか相手に伝わらないであろうことを喋る人のことかなっていう感じなんだけど、コマちゃんにそれを感じることはあんまりないけどね。喋れるコミュ障と喋れないコミュ障がいるのですコミショもいろいろね、うん、バリちゃんはどっちかと喋れないコミショだもんねいろんな人いるね、ゆりさんで目が見えないから今のとこ陰キャは、発動してても、コミショは比較的マシかも。あ、リーさん、あ、でもこの間リーさんと話したけど全然スムーズにねやり取りできてたし、コミショではないね、リーさんはね。まあでもね、やっぱりどうなんだろうね、やっぱトーク、まあ、トークが上手な人ってもう自分とはかけ離れてる人だなと思うんで、あんまり見本にしないんですよね。だから響さんもね、結構なんかコミュニケーション苦手って言ってたっけ。なんか意外な一面、まあ、コマちゃんもそうだしさ、そうだね。だからそういう人たちが克服して今こうコミュニケーションを上手に取れてる部分とかって逆に勉強になる、最初からこう才能的にセンスがあって喋れる人って、まあ、真似できないから見本にならないんですけど、なんかこう、あ、でもね、響さんにはすごい感じるかな。言い回し方とか、めちゃくちゃこの人考えて喋ってんなとか、勉強になるね。なんか嫌な気持ちにならないっていうかね。
うん、なんか言い方一つでいいことも悪く聞こえたりとかするでしょう。まあ悪いことがよく聞こえることって絶対ないよね。うん、だからその言葉を選んだり言い回し方とか例え話とかそういうことをする人って、ああすごいなって思うよね。うん、あなたコミュ障で、カツアガリ症目はスイスイ泳いでましたよそうなんだ無言が怖いからついお話。ああそうなんだ、あそういうことね。あんま感じないけどね、コマちゃんね。呪縛配信 AT フィールド全開潜りを威嚇してるね、あなたコマちゃん共感フルバック。あそうなんだね、リーさんとコマちゃん近い部分あるんだ。うん、収録配信ワールド全開確かにね、収録はワールド全開です間を埋めるためにどんどん喋って後に落ち込んで、自分と同化しよういやー響さんは ね、 ねラジオトークで僕の兄貴分なんですよ、響さんは。本当頼れる兄貴なんですよね、響さんは。だからそのね、響さんともこう、うん、だいぶ長いね付き合いになってきたから、いろんなね話聞くんですけど、うん、勉強なるし、なんか本当に最近響さんが配信する時間に結構行ける時が多くなってきたんで、遊びに行くんですけど、やっぱね喋りうまいなと思うし、気持ちがいいよね本当ね。うん、うん、工藤静香色っぽいね、懐かしいねあなた。コラボ上がらせてもらった後はお布団と同化しましたでも全然面白かったよリーさん、本当にね。全然なんか何かを感じることは全くなかったねんリーさんはなんだ、擬態の亡者、擬態、あ擬態で、ね、壁にも地面にもなるから同化しちゃうんだね。うん、ワイはピエロやって同化する面白い。いやーすごいな、今日もなんだかんだ3時間やっちゃいましたね、はい、でもこの間ね響さんの枠で話になったんですけど、まあさっき最初の方にね DM でもあったんですけども、そのラジオトークをねもっと外に広げようよっていうね活動ね、やっぱり大事かなと思いますよね。なんかやっぱりさっき DM でもあったように、こうラジオトーク内のリスナーを取り合ってもね、やっぱり限度があるんじゃないかっていうお話もやっぱりあって、やっぱりこう外への発信っていうねことをね少しずつでも皆さんできればしていったらいいのかなと思います。はい、なんかいやでもね、まあこれも最初に言ったけど、さっき枠を開く前ね、どんな人枠やってっかなと思って見たんですよ。だからほんと21枠しかなかったの。日曜日の8時とか9時ぐらいに21枠って少ないんじゃないかなと思って、なんか、減ったよね、だいぶね、枠数がね。布団とはソイトゲルでしょ、そう。あ、やっぱ響さんも感じる。だって、去年の今頃めちゃくちゃ多かったですよね、響さんね。去年の今頃は本当に50とか60とか普通になんか週末とか日曜日とかはやってた気するんだけどね。ダウンロード数とか考えると、トーカーもリスナーもみんなどこにいるのか不明で、こう、そうね。いや、40枠とかあったよね。お、ナーマルさん、ナーマさん来たナーマさんこんばんは、ありがとう来てくれて。ソケイブの話ができるのはここですか。そう、さっき出たソケイブの話出ましたウキウキワクワクオーバードス出ました。ナウマさんいないときにナウマさんの話しました。ルナさんがねその話をぶっこんできてくれたんでね
あのルナさんのはもうあれだよね、もう悪いよね悪いよねそれは配信中に見とれちゃうよね、あんな綺麗なお写真見せられたらね、うん、鹿のぞけばもも肉食の方に行っちゃうからね鹿のもも肉またルの人から DM で番組に食らいました、また食らったんだもう骨抜きですねダホルさんはねいやー今日も楽しいですね本当に鹿肉やっぱりでもまあね、リスナー増やすためにはやっぱりリスナーに喜んでもらうことがもちろん一番なんですけど、そのトーカーが楽しんでなかったら多分リスナーも楽しめないなとは思うんで、そうですね、やっぱりもちろんリスナーのために配信する気持ちっていうのは大事なんですけど、まあ、いかに自分も楽しむかっていうことがねやっぱり大事なのかなとは思いますよね。鹿肉もらいます。鹿肉食べた。美味しかった鹿肉。あ、三熊さんこんばんは。来てくれてありがとうございます。今日のテーマトークは、リスナーを増やすにはどうしたらいいかっていうね、テーマで配信してます。もうね、だいぶ出尽くして雑談になってます。はい。もしよかったらご意見聞かせてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。旦那さんの指示だったらしいので旦那さんもろもろ叱ってあげる。けしからんもっとやる。けしからんけどもっとくれってね。もっとかい。こんばんは、三熊さん。鹿刺し、懐かしい。鹿、あ、鹿刺し。鹿刺し？鹿の刺身ってこと？鼻にティッシュ詰めながら見る。ケチからもっとやれ、うまい。コメントが甘いだな、悪し。さすが、ひびきさん。あちゃーですって名前、あちゃーですって。本当にね、うちの枠は愉快な仲間たちが本当に多い。素晴らしいね。今日もまた、で、新しい方も、たくさん来ていただいて、あ、星のかけらさん来てくれてたね。ありがとう、来てくれて。あ、悪いグマさん50まで行ってる。うわー、油断してたわー。全然見つけられなかった。あ、なおくんもこれ、ハートもめっちゃ押してくれてたのね。初めて今日開いたわ、応援ランキングは。うん、鹿肉の刺身なんだ。今は寄生虫怖いので、推奨されてます。あ、そうだよね。寄生虫すごいよね。ダンマさん言われてますよ。生では食えないっていう、ね、致し方だし。シャキン。いいですね。いやー、今日も楽しかったな、配信。本当にね、実は、まあ、フォロワー見れるでしょ、ラジオトークって。フォロワーがね、今ね、524人なんですよ。でもうね、半年ぐらい前かな、半年ぐらい前から500くらいかな、からちょっとずつちょっとずつ増えてってて、でもそんなにすごい急激に増えてるわけじゃないんですけど、でもやっぱこうやって配信するとね、結構な数の方が来てくれるんで、まあフォロワーがね、大きりゃいいかっていうと、やっぱそうでもないのかなと思いながら、あ、みのみさんありがとう、お疲れ様ありがとう、エントチケットも2枚もありがとう。肉食われても、そけぶみで復活しよう。鹿なのに。鹿なのに。あれはね、バニーちゃんですけどね。ルナさんのね。うん、鹿も、あれなんですね。バニーちゃん好きなんですね。リスナー増やすには永遠のテーマですね。私もどうやったら増えるかなと考えながら、収録を見直してます。あ、見直すこと大事ね。僕もね、最近やっぱり見直したりしてます。自分聞き直してますね。あ、こういう時もっとこういう方がいいのかなとか、時間経つそう、あっという間だね。あっという間の3時間でしたね。まともな話ができた時は、じんわりフォロワーが増えます。あ、本当、じんわり嬉しい。肉食パンダ、肉食パンダのね、鹿狙ってますね、そしたら。真摯にパワーもらって今収録アップできました。ありがとうございます。あ、よかった、いくらさん。ありがとう。
鹿うさぎ好き食べたい食べるかい。いいツッコミ、ビオさん。さすが。いや、本当、このうちの枠のね、このコメント打ってくれてる方々がみんな仲良くね、やってくれてるのも本当にすごい嬉しいよね。見てて楽しいし。ちゃんと誰かがボケたらしっかり誰かが突っ込むっていうね、役割もできてるっていうね。あ、もうこれの輪をね、どん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 広げていきたいなと思いますけど。打たれるアドリブ下手、真面目にスケベ属性が追加されました。増えましたね、属性がね。ささくってる場合じゃね。とも食いだよね、それね。なおさん。君の膵臓を食べたい、タイトル、これで、いや、本当ね。でも結構いい映画だったよね、あれね。見た見た。結構いい映画だった。意外とそういう方がいるらしいのですが、この人が寄りつく枠は安全だと言われる、指標的リスナーもいるみたいです。そういう方が味方についたら強いかもしれない。確かに言っちゃった。指標あるよね、ミオさん、あるよね。ともぐい。ともぐいだよ、生だね。あ、覗いてみて知ってる人いると安心するよね。ああ、わかるわかる。ああ、響さん、それありだよね。絶対あるよね、これね。指標的なリスナーね。ああ、確かに安全枠にしかいない人とかいるもんね、やっぱりね。ああ、それも確かにあるな。そういう風に言われたいね。太田さんが行く枠に悪い枠はないよねって思われたいね。そんなリスナーになりたいね。僕は今から、女性の体について勉強するんでしたあ、生きるスケベしかにか。スケベ画像を送る変態だ。まあね、利害が一致してるからいいんじゃないですかね。指標リスナー、地雷リスナーって自分で言っちゃう。自分で言っちゃう。怖くないよ、おいでおいで。あ、でも本当、まあいろんなね、あ、リスナーを増やすしかやり方っていうのはいろいろあるんだなと。あ、ナオモさん、ありがとう。世の中スケベの世界もギブアンドテイク。まあそれは間違いない、それは間違いない。それは間違いないけど、リコイありがとう。あ、その写真をコンビニに印刷しに行くって、言っちゃうしかに。紙媒体で見たいっていうね。肉と鼠径部のお話でよだれ垂らしてる変態、ここにもいました。ここにもいました。ダメ、いや、ダメじゃないけど、ダメじゃないけどね。あ、ナトさん、ありがとう。金払えば大抵のことはクリアできる。大人の意見。鹿さん、確かに、みんなが安心できる枠を目指したいですね。そうだね。やっぱりね、まあ、なかなかね、最初からできないことっていっぱいあると思うんですけど、まあ、やっぱりこう、それをね、やっていこうと思う気持ちは大事だよね。アイリス、ありがとう。ポニオ、お金好き。あ、やばい。応援ランキング読ませていただきます。シービリジュさん、タムタムさん、ローズさん、ルイポンさん、ミーさん、カズイヤさん、カナカナさん、イチジクさん、ミノミノさん、モミジさん、ヒビキさん、ナオくん、エリーさん、アナトーさん、トーラーさん、リーさん、ミオさん、イクラさん、ナオマルさん、コマちゃん、バリちゃん、ワリグマさん、ユビオさん、ホカテンさん、アーちゃん、ドナッチさん、星野かけらさん、高木さん、ミキリハン、マーホーミョンさん。はい、30名までしか読めませんでした。ありがとうございました。あ、お疲れ様、ありがとう。あ、草もありがとう。間違ってただけだとね、草。ゆきさんもありがとう。あ、みのみさんもありがとう。あ、みくりさんもありがとう。最後まで聞いてくれた。あ、癒しのアルバ、最後の最後にありがとう。めちゃめちゃ嬉しい。いやー。あ、なおくんも最後まで聞いてくれた。ありがとう。いやー、あ、あなとさんもお疲れ様、ありがとう。いや、めちゃめちゃ嬉しいわ、本当に。こんなね、3月の19日で、45になるおっさんなんですけど、あ、とっくん、ありがとう。アリーさんもありがとう。エリさんもありがとう。めっちゃくれる。めっちゃくれる。
あ、おじからさん、おじからさん、ありがとう。お疲れ様、ありがとう。おじからさんもいてくれたのね。ありがとう。めっちゃ嬉しい。ああ、もう終わっちゃうね。もう、ああ、1万超えた。1万超えた。びっくりさん、ありがとう。いや、今日も皆さん、本当にありがとうございました。楽しいひととき過ごせました。またね、配信やっていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いいたします。